ただいま帰宅しました。お疲れ様です。お疲れっす。お疲れー。お疲れっす。声聞こえる？声大丈夫？あ、訂正っす。人気者だった？いや、わかんない。コメント欄見てないからどんな感じだったのかわかんないよ。俺コメ欄誰も配信者今回見れてないもん。ボリューム OK 大丈夫ですか？ボリューム OK でしょうか？あ、ボリューム間違えてるわ。ちょっと待って、音切り替えます。音楽流れてる？大丈夫？こんばんは、よろしくお願いします。 OK、うん、変わった？音楽流れてる？ OK OK、 ありがとう。ですですです。あ、いや筋肉痛だわ。フットサルお疲れ様です。皆さん結構閲覧多かったの？どんな感じだった？楽しかった？盛り上がった？あのね、更新なんだよね、家賃の。ありがとうございます。アイテムありがとう。アイテムありがとう。おい、マキロワード2、お疲れっす。お疲れ様です。更新が近づいてますね。更新が、最後しか見てなかったんだ。仕事だったのかな。おはようございます。アイテムありがとうございます。お疲れ様です。常時2000人ぐらいになったんだ。おー、いいじゃんいいじゃん、仕事で見れなかった。はいはいはい。なんかすごかったよ、ドローン導入してたりとかして。ドローン導入してて、すげえ空撮入ったわーと思って。金かかってたよ。はい、ワード2お疲れっす。あ、骨折だね、骨折。うん、終始悪口叩かれた。すごいね、暇だね。おい、ワード2バーガーありがとう。お疲れ様です。アームさん、初見さんいらっしゃい。もし楽しかったらフォローしててください。お疲れ様です。まあ常時2000、3000取れてるんなら、まあまあいい配信だよね。結構メンツもすげえ人数多くて面白かった。はい、ワード2、みーすけお疲れい。はい、ワード2お疲れ様です。まあ有名だからね。折れてますね。はい、大丈夫ではないですね。あ、そうなんだ。フットサル見てたんだ、DS。お疲れ様。全然見れなかったもんね。まあ、大体想像つくけど。あいちゃん、こんばんは。楽しんでいってください。鮫島さん喋りうまいかんね。
鮫島さんとのやりとり楽しかった。はい、わたつ、お疲れ。いや、まあ、あんだけね、あんだけね、煽ったらそうなるでしょ。いいんじゃない？別に言わせとけば。ここ見る人じゃないじゃん。なんか楽しいメンバーで俺は楽しくできればいいから。言ってるだけでしょ。鮫島さん結構ね、そういうところあるよ。俺は暴力振るってねえわ。まあ、リスナーさんを煽り続けたりとか怒らせたら、ああなるわね。笑うよね、ほんと。止めるギリなんかないし。いや、俺はやられて当然ぐらいにしか思ってない、あれは。散々何ヶ月もずーっと誹謗中傷しててね。スカッとした人も多かったんじゃないの。ざまあだよ。俺は見てて痛快だったけどね。ああ、アイテムありがとう、ジョージョクちゃん。アイテムありがとう。いや、まあ、殴られるよ。散々誹謗中傷されてたんだからね。それは怒るわ。何の支払い？家賃がね、あるんですよ。和道さんの指示でのんちゃんがやったってなってるんだよ。え、だってそんなのさ、俺が やるわけないじゃん。そんなのはここ見てる人だったらわかるから。いいんだよ。別に外野に言わせとけばいいと思ってるから。俺はわかる人にわかればいいと思ってるし。はい、ワード2、八作さんいらっしゃい。慰謝料なんか払わないよね。ひかりさんの悩み相談どう解決したん？いや、あの後電話しただけだよ。俺は放送回でリスナーさん喋ることないもん。匿名で言うけどスカッとしたわ。大花火ありがとうございます。大花火ありがとう。いや、だから法治国家だったら相手もさ、法律守れよっていう粘着散々されてさ、で、俺のリスナーさんもディスられてたわけじゃん。クズだの、ゴミだの、カスなの。ザマーだよね。ちょいだし、アイテムありがとうございます。マキロさんもありがとう。匿名さんもありがとう。多分ね、その暴力は良くないっていうのね、ミュウツーの枠見たことない人だよ。もうずーっと数ヶ月間粘着されて、散々悪口言われてたもん。ザマーだよ。ザマー。やられて当然だよ、あんなの。俺はかばう気なんかないよ。あいつがでも、お前止めろよって俺に助けを求めた時笑ったけどね。なんで俺がお前止めんのっつって。なんで俺がお前のこと助けると思ったのっていう。アホだよな。見て、ミュウツーの枠見たことないからそう言ってんだよ。見てごらん。お疲れ様でーす。ねえ。散々誹謗中傷してたんだから。自業自得だよ、あんな。いや、僕はクズですよ、全然。クズですよ。さあ、どうでしょう。ちょ、ジュース入れてくるわ。
初見さんいらっしゃい。ザクッと僕のツイッター見たらわかりますよ。僕のツイッターの 2番目のツイート見たらわかりますよ。配信やめないですね。うん、彼女連れて行ったっていうか、別にリスナーさんはリアと自由でしょ。うん、フットサルの企画台無し。じゃあ見なきゃいいじゃん。うさぎのキュートな心を洗ってください。ああ、うさぎありがとうございます。めんどくせえわ、ブロックです。はい、さよなら。シャワー、シャワー浴びてないね。タオルで拭いて。あ、コウジさんありがとうございます。アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。お団子ありがとう。放送履歴見てこないよ。ミュウツーの。俺は殴られて当然だと思うよ。人の企画邪魔してないよ俺。どこが俺が企画を邪魔したの？全然企画邪魔してないけど。いや、なんで俺が謝るのよ。謝ることなんかないよあいつに。謝ることなんてないです。あいつが俺に謝んないといけないことはいっぱいあると思うよ。俺はないです。謝ることは。こんばんは、トロタクさん。トロタクうまいよね。ドレさんらへんはミュウツーのダメなところも今日言ってたね。和道に頼りすぎなこと。あー、まあドレさんは結構フラットに見る人だからね、あの人は。うん、俺が邪魔したわけじゃないじゃん。うん、ちゃんと事実を知って言ってますよ、ドクロさん。うん、だから俺に言うなっつうの。俺手出してねっつうの。いや、俺ミュウツーが悪いと思うよ。だ今までやってきたことが全部返ってきただけでしょ。お団子プレゼントありがとう。うん、そう、虚言ポンプだよね完全に。うん、自業自得だよね、経緯を知ってる人からすると。むしろスカッとしたっていうコメントあるぐらいだよ。うん、リスワン、はいはい、まあリスワン別に狙ってないですけど。リスワン取れるの今日。いや今日取るつもりないけどな俺。もうリスワンとかいいやってなってるから。うん、いやざまあだよね本当に。まあ結局口だけだったってことでしょ。何もできてなかったんだから。うん、知らないよ俺、企画者じゃないんだから。うん、お疲れ様ちゃちゃ。いや暴力振るわれて当然だと俺は思うけどね。うん、俺は思います。はい、彼が今までやってきたことを考えたらぶん殴られて当然だと僕は思います。はい、うん、僕は別に彼が悪いと思ってるんで。筋肉痛だわ。うん、3ヶ月ぐらいかな。いや分かんないけど。うん、ね、ざまあだよね。爆笑したよ本当に。
因果応報だよ、因果応報。当然違うか？俺は間違ってると思うけど。だって俺運動神経ないもん。前回だって別に活躍してないじゃん。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。足痛っ。もうスポーツ全般ダメだもん。運動神経ないもん。ねえ。俺はスカッとしたし、好感持ってたけどね。土下座名人、俺に言わないで。俺は別に暴力は肯定するつもりはないよ。全くないです。ただ、殴られても、まあ当然だよなって思います。殴られて当然だと思います。彼に関しては。暴力は肯定するつもりはありません。美味しかったの誰ですか？いや、あんまりそういうのを気にしてやってないよ。あ、ありがとう。ハートありがとうね。ハートありがとうございます。アンチコメが書いてくれるから。リスワンは狙うもんじゃないと思ってるからな。リスワンは勝手にね、閲覧多い人が取るもんだと思ってるから。別に取る人が取ればいいと思ってる。ていうか、愛子さん来なかったね、結局。愛子さん、来るって言ってたのに。来たらリスワン取れたのにね。もったいないよね。じゃあ、アンケート取ってみます？アンケート取ってみます？アンケート取ってみます？クイックアンケート。クイックアンケート。あ、間違えた。ちょっと待って。アンケート取ってみましょうか。はい、アンケート取ります。アンケート出します。支払い？ 1 ヶ月の支払いいくらぐらいだろう。考えてないけど、まあ最低生活保護で生きてたからね。14万ぐらいあれば生活はできるけど、自分一人で。でも最近のんちゃんの飯代とかも全部出してるからな。アンケート、愛子さんいた？愛子さんいなかったんじゃないかな、わかんないけど。じゃあ回答してみてください。じゃあ100人いったら、あと18人アンケートに回答したら結果出しますか。100人いたら回答出します。
回答数95、あと5人、唐揚げさん、厚揚げさんか、厚揚げさんいらっしゃい。あと1人、しゅうさんいらっしゃい。はい、じゃあ103人超えたんで結果出します。はい、あれ結果はこれか。まあ 35% いろんなもんな。まあこういう結果ですね。うん、まあそうなるわな。俺殴られてないよ、俺は。俺は殴られてないよ。殴られてないです。ああ、腕骨折、指骨折しちゃいましたね。擁護っていうか、暴力反対ってことじゃないの。いや、殴られたのに 35% 肺があるっていうことの方が俺、擁護派が多いなって感じたけどね。10% ぐらいかなと思ったけど。殴られて当然っていう人が 35% いるっていうことの方が結構異常だと思うけど。だから、あの画面だけ見たら、何なのってなるじゃん。原因を知ったら殴られて当然ってなると思うよ。俺だって暴力振るわないもん。他の人のイベントでやるのはダメだよ。拳折れちゃったね。病院行ってて。まあだから、そういうことをやってきたんでしょ。フットサル楽しかったっつうか、もう体力ないね。こんばんは。体力全然なかったわ。あー、アイテムありがとうございます。ありがとうございます。モロさんありがとう。いや、俺はかっこいいと思ったけど、俺は正直かっこいいなと思ったけど、だから何にも反論できなかったでしょ。別に警察に泣きつけやいいじゃん。散々人のこと煽っといてで、ああ大丈夫だよ、なんかスカッとしたわーっつって帰ってったよ。いや、女は強いよね。動画見た？ YouTube の動画見た？明らっぱして。見解を述べるのが道理。いや、だから俺はハイやもん。俺は殴られて当然だと思ってんの。俺は共感できないもん。ありがとうございます、麦さん。あれで警察とかみっともないよね。まあ警察行くんだろうけど。別に勝手に行きゃいいじゃん。クソだせ。だってさ、俺のこと誹謗中傷しといて止めてくれって頼まれたんだよ。俺びっくりしたよね。お前誰にお前止めてくれっつってんの。お前が散々煽ってたんだろ。だから一言も言い返してないじゃん。愛子さん来なかったね。来ればよかったのに。リスワン取れたよ、来たら。俺止めてるよ、
ちなみに動画ちゃんと見てごらん。あ、パンチも入れてるよ、だいぶ。うん、さあどうだろうね。え、いたの？愛子さんいたの？うん。煽ってるように見えた。煽ってる。まあ普通に怒るよね。あ、そうなんだ。じゃあ俺が帰った後来たのかな、愛子さん。あ、止めてる雰囲気ないように感じたんだ。あ、そう。煽ってないよね、全然ね。妄想だよね、妄想。うん。あ、そうなんだ。まあ行きたきゃ行けばいいじゃん。サメちゃん喧嘩どこでやってんの、サメちゃん喧嘩。あ、俺ブロックされてるから見れねえわ。誰と喧嘩してんの？まあいいんじゃない？別に。誰と喧嘩してんの？のんちゃんめちゃめちゃ気強いよ。モグゴリの店でサメちゃん配信回して揉めてる。すげえな。それはダメでしょ。それは揉めるっしょ。追い出されんのかな。うん。うん。結果論として殴られたら、まあ客観的に見てだよ。まあそれは殴られて当然だよねとは思うけど、それはね止めるでしょ。モグゴリの闇を暴くってすげえな。すげえな、ほんとに。すげえな。鮫島さん、オフ会行かないって言ってたのよ。あ、マミタンいらっしゃい。タロットさんこんばんは。いや別に確認しなくてもいいよ。うん、別に好感度上げるために配信やってるわけじゃねえから俺は。好きにしてください。好感度上げるために配信やってるわけじゃないです、僕は。まあ心配だよね。まあ嵐だよね、あんなの。こんばんは。録画見たけど彼女やばいよ。アキラッパの録画にバッチリ映ってる。あ、別に警察届け出していいんじゃないの、別に。ああ、花火ありがとうございます。いいんじゃない、カズ軍曹。あいつが今までやってきたことを考えたら、俺はなんつうの、殴られて当然だと思ってるかな、あいつの場合に関しては。今回のことに関しては別に警察に泣きつきたきゃ泣きつけばいいんだ。散々煽っといてそれかっていうのはあるけど、うん、まあ、いいんじゃないの、別に好きにすればいいじゃん。あ、風船ありがとうございます。うん、おはようございます。
だから結果誰も止めてないわけさ。 うん、ありがとうございます。アイテムありがとダサすぎるよ。警察も意味わかんないと思うよ。松平典子さんに殴られました、どういう状況ってなるじゃん。うん。 2秒で止めてた。まあ、カズ軍曹止めそうだよね。うん、俺は別にミュウツーかばう気ないから、全く。俺に助け求めた時はびっくりしたけどね。お前止めろよっつって。お前人のこと散々煽っといて、なんで俺に止めろとか言えんだと思って。止めねえわバカと思って。ざまあだよな、ほんと。松平典子で訴えんのかね。止める理由ないでしょ。散々嫌がらせされたんだから。むしろスカッとしたわ、見てて。手結構やばかったね。だ、本意気の殴りだったよね、あれは。いやー、結構バチバチに蹴ってたし、バチバチに殴ってたかんね。あ、アイテムありがとうございます。フットサル行ってきたよ。いや、病院行ってたよ、のんちゃんは。腕折れてるっつって、病院行けっつって、バッチリ折れてるっす。和道家凸、俺だから関わんねえっつってんじゃん。だから今日一言も喋ってないよ、俺あいつと関わる気ないもん。こんな粘着ストーカーに話すことなんか一つもないよ。ドレさんに言われたよ。あの、もうリング借りてお前白黒つけちゃえばって。お前ぶん殴っちゃうよって、お前負けねえよって。もう散々もうしつこいからっつって、渋谷のリング借りてボコボコに殴って終わりにさせればっつって、ドレさんにアドバイスもらった。うん、何も言い返すってなかったもんね。てめえが粘着してるからだろとか言って。うん、なんで俺が止めないといけないの。俺も被害あいつから被ってるから、ざまあって思ったよ。で、俺に助けて求めた時は吹きそうになったよね、本当に。お前さ、だって都合のいい時だけ俺に助け求めんのかよと思って。胸クソ悪いよ、本当。とことんクズだなと思った。お前止めろよとか言ってバチン殴られて。止めねえわっつって。で、アキラッパに助けてっつったら、俺関わりたくねえって断られたのか。まあ結果論としてね、手怪我するとは思わなかった。本意気で殴ってたから。YouTube 上がってるよ、俺の Twitter 見て。俺の Twitter のこの放送の下にあるはず。Twitter 見てください。俺の放送のツイッター見てください。打ち上げは俺行かない、誘われたけどお断りした、コミュ障なんですいませんっつって。サンドバッグ状態、笑えた。みんなそしらの感じも良かった。まあ関わりたくないよね、都合のいい時だけ助けてくださいって。バカじゃねえよ本当に。いや、分かってなかったよ。だから止めたじゃん。
多分ね、カメラの状況とかね、分かってないんだよ、みんな。初見さんいらっしゃい。みんな、だから、てるちゃんぴんの、モグラとゴリラに行ってんじゃないの。池上さん、あの時いないよ。結構早く到着しちゃったんだよ。多分ね、俺のツイッターの画像の方が、アキラッパの放送が編集されてるから、アキラッパの画面の方が見やすいと思うよ。また来てください。まこやん、ありがとう、アイテムたくさん。お疲れ様です。止めたよ。一回止めたんだよ。腕掴んで。おいっつって。だけど、もう腹くくってる顔したから、パーって行っちゃって。で、後から追っかけたんだよ。え、鮫島さんパクられんの？マジで？はい、ワード2。アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。潜りたい鮫島対警察 すげえな すごい状況だよね。沸かせるわ。まあ、俺に物申したい人いたら全然電話かけてきていいっすよ。俺になんかちょっと言いたいことがあるっていう人は電話かけてきてください。言いたいことは LINE かけてきてください。全然お話しますんで、僕は。ああ、そうなんだ。優しいよね。優しいわ。でもそれバンになるから っていうかね、土下座名人ね、全部間違えてんの、分かってなくて言ってんの。俺カメラ向けてねえから。俺カメラ向けてないよ。止めに行ってるんだよ。俺カメラ向けてないから。あれはアキラッパしてんでしょ。なんかにわかな情報多すぎるよ。にわかな情報が。髪の毛ぐちゃぐちゃだね。どこにかければいいん？俺の LINE、凸はこちらって言って、下にコメント出てないですかね？僕のコメント欄下に、凸、LINE の QR コードが書いてあります。PC 持ってるよ。俺は映してないよ。僕は映してないです。俺が PC 持ってる絵を確認できてるってことは、俺の PC じゃないじゃん 他の人の視点でしょ。あ、着信来た。ちょっと待って、凸かかってくる。もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。和道です。コテハンお願いします。俺、ドラゴンです。あ、ドラゴンさん、ありがとうございます。お疲れ様です。すいません、配信中。あ、いい。僕、配信中だったら、突誰からでも受けるっていうスタイルなんで、配信中しか受けありてがとなういでございす。ます。はい。よろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ。はい。はい。いたじゃん、今日、殴られた男。あいつ、名前なんだっけ？ミュウツーだっけ？はい。あいつ。うん。
あいつマジでワードさんと一回やってくださいよ。リング借りて。あ、リング借りて。あ、俺マジ、あいつマジ超嫌いなのさ。まあ、粘着しすぎですよね。あれしつこい。しつこいですよね。ほんとゴミ、ゴミ。別にやってもいいんですけど、なんか、その、向こうが得するだけじゃないですか。閲覧流れるし。別に、バッチリ。俺しかも、あいつの、はい。前、枠行って、はい。最初知らなくて、はい。普通に和道さんのネタでいつもやってて、はい、はいはいはい。で、まあ最初の2、3回は我慢してたけど、はい、あんまりなんか言い過ぎで俺も軽くコメント流したんですよ。はい。で俺ブロックされましたからね、あいつに。あ、だからびっくりしました。いや、はい、そんなもんっすよ結局。あれ終わっとるっすわ。うん。いや、マジで終わってると思う。リアトルして行きたいぐらいっすもん、あいつ。はい、ガチで。いや、結構怒ってるんですよ。俺、格闘技やってるんですけど、ガチで、はい、ガチで、バッチバチに聞きますよ、これ。はい。いや、まあ、怒ってる人多いです、ね。いや、俺、ワードさん大好きなんで。ありがとうございます。はい、うん、あんなやつに絶対負けないでください。あ、負けないです。負けないっつうか、ね、僕、正直言うと、なんか、はい、彼と関わってメリット一つもないんですよ。正直言うと。まあ、そうなんですけど、関わらないのも、はい、確かにワードさん大人だと思うんですけど、はいはい、売られた喧嘩は買ってください。まあだからもしあいつがリングの上、はい、借りてギャラ3万払うって言うんだったら1時間全然やっても全然構わないですよ僕。いや俺は払いますよ和道さんに。あ、本当ですか。ガチで。はい、うん、あいつにも払ってあげますよ。あいつに払う必要ないですよ。いやいいっすよいいっすよ。あの病院代ぐらい俺は払いますよ。ただ白か黒か、はい、さっきちらっとロネさんがおっしゃってたってそれを聞いて、はいはい、俺もそれ共感したんですわ。はい、全然リングの上でスポーツで、うん、でもあいつビビりだから絶対上がってこないですよ、はい、あ、全然いいっすよ僕本当。あの、うん、だから上がってこなかったらもう、はい、その時点で、はい、もうあいつの負けっていうこと。はい、だからスポーツ でキックボクシングでスポーツで蹴りつけるんだったら僕は全然 OK です。ちゃんとレフェリードレさんにやってもらって、ね、あの、はい、ね、行き過ぎないようにするのであれば全然いいっすよ。いや俺レフリーやりますよ。俺ガチの地下アウトサイダーなんで。ああ、本社でやってんすか。ガチで行きますよ。ええ、総合っすか。もう全然、ええ、はい、全然俺高田道場とかに全然何回も、うん、あの練習試合も行ってるんで。はいはいはい、ガチで行きますわ俺。僕はだから彼がやりたいっつうんだったら全然いいっすよ、ええ、全然。ああ、全然やりますよ。あいつ煽り、俺自分の囲い使って煽りますわ。はい、あのまず場所を用意すること、向こうで、で1時間ギャラ3万払うことで逃げないこと、もうこの3つの条件が整ったら僕は仕事でやりますよ全然。ええ、はい、で俺も試合の3日前からあいつ監禁してますから軽く。大丈夫っすわ。はい、いや全然大丈夫っすよ。捕まんない程度に監禁しますから。いや監禁はちょっと良くないですよ。それぐらい大口叩くなっていうことですよ。あ、まあまあそうっすね。したらまあまあだから、そうです、男ならぐがカーンとこうやって、そう言いたいことあるなら、だから腐ったってバカ野郎。そうだから彼からのその電話を断ったことないんですよ僕で。ちゃんと議論するんだったら議論するってずっと言い続けてるし、その彼がルール破ってるだけだったんで、だから別に今でもトツかけてきたら出ますし僕、うん、しかも、はい、しかも俺一番腹立ったのは、はい、ガチで切れてるのは今日は新野鳥主催のフットサルじゃないですか。はい、はい、やっぱり遠いところから来てる大手配信者の方もいるじゃないですか。はい、それで結局警察沙汰起こしたのはあいつじゃないですか問題は。まあそうですね。だから僕、うん、それでもし中だったら高知から来てる九門流とかの交通費とかお前ら全部出せるのかって話じゃないですか。そうですね、だからそれは事前に言ってたんですよ僕、新野鳥にもテレビも、あのミュウツー俺 NG だけど大丈夫って言って、で散々おられてるっていう相談をして、まあそれでもいいから、その俺じゃ一切喋らないよっていう話はして、はいはいはい、でそれで決まったブッキングだったんですね、はい、うん、ああなるほど。だから俺ずっと配信見てたんですけど、はい、試合前も和道さんだけ一人全然違うとこいたじゃないですか。はい、そうそうそう、だからそんなもんおかしいんですよ俺にしたら。あいつに、あいつがいるからこういう状況になってるんですよ、はい、ああ、あいつ分かってないんですよ。まあ分かってないですね。本当に、まあ、和道さん出る前に俺もう行ってバッチバチにしますからガチガチに俺。あ、いやいや、そんな、そんな。いや、それ、あの、俺ガチで、ガチで行きますから、はい、あいつ。もうめっちゃ嫌いなんだよ、俺。はい、うん。マジで。まあだから、今これ多分和道さんのリスナーの方も聞いてると思うんですけど、まあだから、全然俺行きますから、ね。そう、リスナーさんを怒らせすぎっていうのは問題があると思うんですね。僕は、その、そうなんですよ。あの、なんて言うんだろう。その暴力を肯定してるわけじゃないんですよ。だから僕絶対暴力をしないし、はいはいはい、もし、なんていうのかな、
もし正々堂々キックで蹴りつけるとかだったら別に受けますし、話し合いにも応じますって。ただ、そのリスナーさんを怒らせてるのは事実なんですよ。そうなんですよ。だから、しかそも暴力は肯定し、うん、そうなんですよ。暴力肯定しないけど、いそうやられても仕方ないっていうのはそこなんですよ、ね、しかも毎日毎日和道さんのネタを使ってですよ、はい、あいつ終わってますよ。それで、はい、それで閲覧上げようとしてる人も終わってますよ、あのバカ、はい、本当に一回長尺合わせますわ、うん、本当に、うん、俺ガチなんで、はい、まあでもそういうふうに怒ってる人はいっぱいいますよ、本当に、あのリスナーさんの中で、うん、あ、そうですか、うん、だからまあ、スカッとしたっていう、俺は黙っていくタイプなんで、はい、うん、そういうことです、すいません、あ、いえいえ、またあのこれから和道さんのリスナーで頑張っていきます、ありがとうございます、ええ、また近いって花火上げさせてもらいます、ありがとうございます、ドラゴンさん、すいません、配信中、いえいえ、とんでもないです、またよろしくお願いします、失礼いたします、失礼します、はい、お疲れ様です、はい、ありがとうございました、ドラゴンさんでした。いや、暴力はダメだけど、そのなんていうのかな、そこまで怒らせたのは彼だと思ってるからね、うん、うん、そこまで怒らせたのは彼だから。サボちゃんいらっしゃい、うん、何仕込みって、暴力肯定してないけど、暴力肯定してないよ俺。ただまあ煽りすぎだよね。だから俺が暴力振るってるわけじゃないじゃん。だからいつかやられても、ああいう風にその怒られても当然だとは思うよ。客観的に見たらってことよ。俺が殴る殴んないとかいう話じゃないじゃん。うん。なんで俺が止めないといけないの？それがよくわかんないんだけど、うん、なんで俺が止めないといけないのかよくわかんないわ。そんなん俺の自由でしょ、止めるか止めないかは。違う？いや、いずれ誰かが切れてるっていうか、もうずっと切れてるよ。でもずっとリスナーさんにそのほっといてくれほっといてくれってお願いしてたわけだ。だからそのうちのリスナーさんは別に何にもしなかったわけだ。人間性悪い、まあ悪いのかな。俺はだけどあいつに嫌な思いしかされてないから、ざまあと思ったよね、正直。正直ざまーって思ったね、うん、話し合い絶対無理だからな。俺トツ断ってないじゃん一回も。ああそうだね、うん、じゃあ今まで彼がやってきた言葉の暴力はどうなんだろうっていうのは思うけどね、うん、そうそう、聞こうとしないから。はい、こんばんは。
いや別に俺は俺から用事はないよ。うん。俺から用事はない。ああ、アイテムありがとうございます。俺から彼に用事はない。一言もない。まあ、用事があるんなら、トツかけてくれいいんじゃないの？配信中は電話出るっつってんだから。ヒビじゃない、骨折、がっつり折れてる、うん、まあ俺はすっきりしたかな。いや俺揉めてないよ、俺は別に揉めてないよ、うん、興味がない。ストーカーでしょ完全に。愛情あるよ、うん、俺はでものんちゃんに一発でも手出したら俺は言ったけどね、別に俺が捕まっても構わないから、うん、あー分かんない、全治いくつか分かんない、のんちゃんに少しでも手あげてたら俺は言ってたけどね、なんか彼女も同じ気持ちだったんでしょ、俺は愛情感じたけどね。いや、殴るのは結構骨折するよ。殴るのは結構骨折する。だからバンテージ巻いたりグローブつけたりするわけだからさ。鮫島さんもぐごり気になっちゃった。見てきた動画。片手折れててね。あのさ、過去は変えらんないから、あのタラレバの話やめないっすか、うん、タラレバの話に意味あります？タラレバやめない？あの時どうだったらこうだったらって。意味ねえよ。なんで俺が弁償すんの？するわけないよね。ざまあみろだよ。別に格好悪くてもいいっすよ。フットサルはだから体力はなかったね。
後悔はないですね、うん、僕は後悔ないですね、うん、歌いましょうか、歌いましょう、社会人だったらお前が止めろとみんなが言うけれど、俺だったら止めてたよ。その場にいなかったんだから止めようがないんじゃねえの。散々言葉の暴力で煽ったやつが自業自得。さよなら。花火ありがとう。メッセージシンガーだから俺は。メッセージシンガーだから。雑談してますよ、うん、ありがとうございます。ギターのうまさなんか知らねえわ。ゴミで結構。いやもう見なくていいよ、嫌いだったら。めんどくせえわ。ジェル塗ってる、ジェル。俺はクソだけど別に俺のこと嫌いだったら放送見なくていいよ。一言、はい、残念です。読みません。さよなら。はい。残念でした。フットサル別に途中から帰りたいとかなかったけど。ありがとうございます。アイテムありがとう、うん、じゃあお前もブロックね。さよなら。はいはい。知らない、警察に被害届出してんじゃないの。行くんじゃなかったと思ってないよ別に。楽しかったよ。お前うざいわ。髪の毛、うん、打ち上げはやってんじゃない今、モグラとゴリラで、
ブルーが勝ったから、ブルーだからテルチャンビンチームが勝ったね。都合の悪いコメントは即ブロックってなんじゃやろう。いや、めんどくさいもん。だってね、俺にはブロックする権限があるわけじゃん。唯一だよ。見る人選べないんだから。見る人は選べないけれども、その来ない人は選べるから。人の企画どうでもいいってどういうこと？俺そんなこと言ってないよ。彼女骨折したのにフットサルやってたのか。だって仕事だもん、やるよ。元気にフットサルしといて被害届けって何？いや、だからそういう男なんでしょ。警察はミュウツーの被害届は受理しないとミュウツーに告げた。まあ警察からしたらバカじゃねえのって話だよな。はい、ワード2。別に警察に泣きつきたきゃ泣きつけばいいじゃん。俺言ってないよ。人の企画どうでもいいなんて言ってないですよ。まあ微妙なところだけどね。まあ配信は仕事でやってるんで僕は。あ、だから警察も相手にしないっていうことはそういうことなんだよ。まあ、散々殴られて一言も言い返せなくて、警察に困った時だけ警察に泣き寝入りして、まあ醜態晒してるじゃん。まあそういう男なんでしょ。だったら煽るなっつう。自分の放送は自分で見ません。めんどくさいんで。そんな時間ないです。だ、 YouTube にコメント欄で何時何分にこういう発言してるからこうじゃねえのって書けばいいじゃん。なんで俺が俺の放送見んで。暇じゃねえんだよ。言ってねえもんは言ってねえわ。はい、ワード2。はい、お前ブロックな。俺はかっこいいと思ったね、のんちゃんのことね。俺のこと愛してくれてるなと思ったね。口だけじゃなくて行動に移してくれたわけでしょ。俺はだから、俺は彼女のこと全部を肯定するよね。俺のために体張ってくれた人なんだから。だから今日朝家出るときに言ったの。大丈夫だよって。のんちゃんもうすっごい怒って震えて寝れない日が続いてたから、のんちゃんのこと守るよって言ったら、のんちゃんが笑いながら、私は和道さんのこと守るんだよって。警察も暇じゃねえ、配信に利用するな。俺に言うなよ。俺じゃねえよ。俺は愛情感じたけどね。のんちゃんに指一本でも触れたら、攻撃してたら俺はもう腹くくるよ全然。あ、ごめん、あの URL 禁止だわうち。
お疲れ様、ねやさん。お疲れ様です。俺は行動が全てだと思ってるから。URL 禁止だっつってんの。ブロック入れるよ、次。ブロックね、キム一族。Twitter の URL もダメね。うん。まあ好きな人とかさ、自分の愛してる人がさ、散々誹謗中傷されてたらさ、それ怒るのが普通だと思うよ。で、まあ殴るのがいいか悪いかで言ったらあんまり良くないけど、殴るのがいいか悪いかで言ったら悪いと思うよ。うん、だけど俺が彼女のこと殴って悪かったとは口が裂けても言えないね。俺のために彼女は体張ったんだよ。で、あいつは、あいつが今までやってきたことを見たら殴られて当然だと思うのが俺の感覚だよ。それ以上もそれ以下もない。うん、俺は彼女の行動に普通にかっこいいと思ったし、うん、俺から言うことじゃないよ。周りは言っていいと思うよ。暴力はダメだよって。周りは言っていいと思うよ。俺はあいつに散々誹謗中傷されてんだから。で、目の前で彼女が体張ったんだよ。うん、普通にかっこいいと思うよ。殴りに行かない。だから俺は暴力反対だもん。なんで俺がやるの？だから俺は今回、テルチャンピンと深夜長と話して、絶対関わらないよって。それが約束だから、企画の。俺は約束守るよ。見えない場所にいた。いや、見える場所にいたよ。すぐ近くにいたよ、俺。そうだから、暴力を肯定してるわけじゃないの。わかんねえかな。伝わんねえかな。俺は暴力ダメだと思ってるからさ。だけど、俺のために、その体を張ってくれてる人を悪く言うつもりは一切ないよ。だから、警察に行きたきゃ行けっつってんだから。聞いてねえな、こいつ。ブロックね。いや、クソ野郎っすよ。いや、笑うっしょ、あんなの。あんなの笑うっしょ。和道の連れがやったらお前が殴ったことと同じことだよ。だったら俺のこと訴えればいいじゃん、ミュウツーは。ルピカいらっしゃい。そりゃそうでしょ。ブロックのしすぎ。いや別にいいよ。うん、はい、お前もブロックでーす。別にだってね、見る人は選ぶよ。そうそう、殴ってるとこだけ見てるからそうなってるんじゃないの。客観的に暴力で解決するのはダメかもしれないけど、そのなんだろう、まあ、殴られても仕方ないっていう意見になると思うよ。今までやってきたことを考えたら。俺は彼女大事だよ。いや、ブロックするでしょ。いや、ブロックするよ。入れてる入れてる。そう。だから警察も相手にしないわけでしょ。大体さ、女の子に殴られてさ、女の子の方が怪我してるんだよ。まあ、殴って怪我したとはいえ。
で、大した怪我もしてねえで、元気にフットサルやってよく被害届だとかバカなこと言えるよな、本当に。やっちょは打ち上げじゃなくて、なんだっけ、企画があるとか言ってたよ。なんだっけ、マイクのテスト中だから、俺が手を出さすって何？俺が指示したと思ってんの？のんちゃん、俺の代わりにミュウツーのこと殴ってくれないって俺が言ったと思ってんの？タコさん、のんちゃん頼むよ、俺殴りたくないから殴れないから、のんちゃん代わりに殴ってよってめちゃめちゃだな、ほんと頭開いてんな。殴られても当然なら叩かれても当然では。俺叩かれてんじゃん、いつも。周りが出せ出せ、何を、なんで止めなかったんだってさ、動画を見てごらんなさい。それはみんな思ってること。いや別にいいよ、だから別に過去は変えらんないんだから。俺があの時正しいと思う選択を俺はしてるから、うん、俺はあの時の自分の行動が別に否定するつもりないから。殴られて当然のやつが殴られたってだけだよ。のんちゃんは腹くくってたんだよ、だから警察呼べよほらっつってたじゃん。みんなバラバラっすね。まあ多分テルの打ち上げに行ってんじゃないの、モグゴリに。知らない。彼女さんを助けることはできなかったんですか？彼女は攻撃してた側だからね。なんかあったんだ、なんかあったね。三脚誰壊したの？いや、のんちゃん最近最初に三脚ぶっ壊しにかかって三脚でぶん殴ってるんだからね、人の企画だからさ。サボちゃんさ、俺がやってるわけじゃないの、サボちゃんさ、めちゃくちゃじゃない言ってんの。大体俺はそもそもミュウツーとは NG だよっつって一回リストから外されて、出てくれって二回言われて、俺関わんないっつって、関わってないじゃん実際。だから言う相手間違えてない、サボちゃん。で、俺がやれって指示したわけでもないから、どうなのそこは。手痛いだろうね。こんばんは。いや、もともと行く予定だったんだよ、でも顔見た瞬間にもうカッとなったんでしょ。やるって予告は和道さんにはなかったの？あったら連れてかないよね。じゃあタイムシフト見てみます？ねえ、タイムシフト見てみます？じゃあ僕側のどう？僕側のタイムシフトを見ます？
そんなさ、もうやってることはやってるって言えるけどさ、やってないことはやってねえんだから。子供じゃないんだから。見れるよ。ふわっちのタイムシフトね。自分の枠だから見れるよ。見ます？ OK だったら手を挙げて。OK？ OK ですか？LINE？ LINE 見れてる？この辺かな？アイテムありがとう。どの辺だろう。いや、俺運動神経ないからあんま俺スポーツ系は期待しないでほしいよ。数合わせだから、数合わせ。スポーツ系は本当向いてない。俺どっち側からだったっけ？左だっけ？そっち側だっけ？こっち側じゃなかったっけ？あれか、足もつれるっしょ。全然運動してねえかんな。スケボーは上手くないよ。風呂まだ入ってないね。シャワー浴びてない。なんか見てないのにみんな言うから、もう本当にちゃんと検証した方がいいよ。いや、もう寝れてないのよ。散々煽られてるから。散々誹謗中傷されてるから嫌なんだよ。階段きつ。ここは着いたのね。到着ね。よく見といてよ。まだ早かったかな。で、俺の向かいにいるの。俺の目の前にミュウツーがいんの。で、ここに駐車場あんじゃん。ね。俺の後ろにいるんだよ。まだ前の人使ってるから、俺の正面別にのとこ移動しとく？待ってる、ここで。ここでいいの？ほら、明らかにいるわ。ここでいいでしょ、多分。ざーす。クソがいる。いいよ、いいよ、いいよ。ほら、止めてんじゃん。今いい。止めてんじゃん。今見た？おい。見た？止めてるでしょ。服掴んでんの、殴りに行くっつって。で、今いいよっつってるでしょ。なんでこれで止めてねえとかどうのこうのとか。俺が荷物置いてるときに、そう、誰が誰なのか分かってないのに叩いてるとか、そっちの方がおかしいよ。まだ早かったかな。でも気がついたら殴ってるからね。走って飛んでってんだよ。でもここに駐車場あんじゃん。ね。服掴んでんだよ、左手で。
まだ前の人使ってるから別のところ移動しとく。よく見て、左手見て、右手だ、右手見てよ。あ、明らかいるわ。右手見といてよ。ここでいいでしょ。右手見といて。ザース、クソがいる。いいよ、いいよ、いいよ。ほら止めてるでしょ今。いい、ほら首根っこ掴んでんの。おいおい、ほら、わかる？オッケー、伝わった？もうだってこの後ぶん殴ってんだもん。もうこの後放置だよ。もうぶん殴ってんの、一発殴んのも百発殴んのも変わんねえよ。止めたふり？止めたふり？あとは放置してるよ。止めてますよ。もう始まっちゃったもんはしょうがねえんだから。止める気ないわ、つって。もう殴っちゃってんのもしょうがないじゃん。だって一発殴るのも百発殴るのも変わんねえんだから。間には入ってるよ、俺。この後止めてないよ、俺は。止める気なんかないよ。その放置が良くない。あ、そう。しょうがないでは済まさないんで。あ、そうですか。大人の対応をすべきだった、もう一発殴っちゃってんの。あ、てつさんありがとうございます。止める義理はないよね。止める義理はないっすね。煽った方が悪い。今回の企画を割り切って過ごせない。おセルさんいらっしゃい。荒々しいよ。そうそう、言葉の暴力はじゃあどうなんだって話だから、散々誹謗中傷されたわけじゃん、のんちゃんも俺も、このあとミュウツーは切れたの。このあとは俺のカメラにはもうミュウツーとか映ってないの、のんちゃんとのバトルは。だから止めに、もう間に入ってるから。だから客観的な店は俺のツイッター見ればいいよ、動画があるから。一人やるのも100人やるのも一緒。いや俺はだからのんちゃんの気持ちはわかるよ、のんちゃんが殴りたくなる気持ちはわかるよ、散々言われてんだからのんちゃん、で俺も言われてるわけじゃん、好きな人をさ散々誹謗中傷 されてるわけじゃん。で何の行動も起こさない人よりも行動を起こしてくれたのんちゃんの方を俺はかばうよ、そうそう、あきらっぱの放送見たらわかるから、俺のツイッターに動画貼ってあるから。例えばじゃあミュウツーと一緒にいました、偶然で、あいつに誹謗中傷されてました、誰かにボコボコにされてました、俺は眺めるね、正直。彼女じゃなくても眺めますね、 笑うね。俺はそういう人間です。はい、アキラッパのタイムシフト見てもいいし、あのなんだろう、俺のツイッターの方であの動画職人さんの動画もあるから、
俺は正直誰かに殺されても俺はざまって思うかな。いや、明らかじゃないよ、悪いのは。怪我するのは防ぎたかったのは、まあそうだよ。そりゃそうでしょ。うん、まさか折れるまで殴るとは思わないから。うん、だから警察行けばいいじゃん。別に止めてないんだから。警察行きたきゃ行けばいいじゃん。まあ大人を怒らせるなって話でしょ。のんちゃん折れたよ。まあいいんじゃない別に。クソかっこ悪い。散々煽って女に殴られて警察に泣きついてバカすぎるわ本当。ねえ、手早く治るといいよね。うん、ありがとうございます。のんちゃんお大事にってコメントありがとう。なんなんだろうね。いや俺のこと叩きたいだけでしょ。うん、だから客観的にもう一回見てみればいいじゃん。のんちゃんが折れたよ。配信しないで看病しろ。大人っていうか、例えばね、サボちゃんね、世の中には殴る人はいるんですよ、違法行為でも。わかる？サボちゃん、世の中でもね、ダメな行為だからって言っても殴る人はいるんです。で、俺が殴ったか殴ってないかで言ったら俺は言えます。俺が殴ったか殴ってないかの話だったら俺の見解を言える。で、彼女を怒らせたのは事実でしょ。わかる？で、彼女じゃなくても怒ってる人が殴ったら俺は止めないよ。その事の経緯を全く見ず知らずの人が喧嘩してたらちょっとちょっとって言うよ。うん、散々煽ってる相手がいて、で目の前で女に殴られて、うん、バカすぎるだろ。で俺に助け求めてんだよあいつ。バカかこいつ。怒ったら殴ってはダメだと思うよ。怒ったら殴ってもいいっていう会見判断じゃないよ。だから俺は怒ってるけど殴らないわけじゃん。じゃあミュウツーが今までやってきたのはどうなんだって話でしょ。うん、
だから被害届出しちゃいいじゃん。なあ、そう言ってんだから。出せばいいじゃん。どう思う？俺はのんちゃんの行動に救われたかんね。のんちゃんに俺が守ってもらったと思ってるから。俺がどんだけ誹謗中傷しても暴力しないの分かってるから、彼女。俺は腹くくった時は殴るよ、うん、いやだってテルに頼まれたんだもん、出てくれよっつって。俺テル大好きだから、ヤッチョにも頼まれたし、ワド出てよって。出ますよ、好きな人に出てくれって。俺でも言ったんだよ、ミュウツー来るんだったら揉めるし、俺は手出さないけど向こうからちょっかい出してくる可能性あるよって。だからフットサルの時になんだかんだって煽られてても俺言い返さなかったじゃん。だから別に俺アンケートがね、アンケートの結果で別に自分の意見変えるつもりないから、うん、いやそんなに気に入らなきゃ見なきゃいいぐらいにしか思ってないから、うん、俺は 35% の人がいや和道と同意見だわって言ってくれてるから、その人たちと別に交流するだけだから、うん、なんでやめんのって言われてたじゃないですか。やっちょい、なんでやめんの。もともとリストから俺が外れてたから、なんでって聞いて、いや知らないよって聞いてないよっつって、いやもともと嫌われてるわ、うん、結果論ね、結果論彼女が怪我したっていうのは、うん、残念だけどね、うん、こうやかわいいよ、あんな毎日毎日ほぼ全ての枠でさ、俺とねのんちゃんはずっと叩かれててさ、むしろ俺のリスナーも悪く言われてたんだよ、うん、ねそれ知ってるじゃんね、和道の囲いはゴミだとか言われてて、うん、で腹立って行動したのがのんちゃんだから、俺はかっこいいと思うけどね、普通に行動しないでそのね腹立たないっていうことは、俺のこと別に好きでも何でもないわけじゃん。俺は行動したのんちゃんの方が俺はかばうよ、正直、うん、いや嫌いだね、正直嫌いっすね。スカッとしたよ。そう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 、あ俺は正直もうスカッとしたよね。俺だってのんちゃんに言ったもん、ありがとうって、ありがとうって、俺のために行動してくれてありがとうって。俺は彼女の男気を感じたよ。だからそばにいたじゃん。俺は行動してくれた彼女を悪く言うつもりなんか一切ないです、一切ありません、うん、まあ彼女が怪我したのはあれだけど、うん、いや家賃の更新とかいろいろ延長がある。暴力を肯定するつもりはないけど、俺のために戦ってくれたのは事実だから、
はい、さよなら。俺はそういう人が好きだよ。口では何とでも言えるから。まあ殺されても仕方ないことやってると思うよ。いやちょっとね、手骨折しちゃったのはねあれだけど、いや別にあの俺が間違ってるっていう人は別に去って全然構わないんで、はい、僕は腹くくってやってますんで、はい、別に干されようが、嫌いな人に見てもらわなくても全然構わないと思ってます。僕は僕のことを好きで、あの見に来てくれてる人を守ります。はい、別に他はどうでもいいです。いやさすがに治療費は請求できないでしょ、自分でぶん殴ってんだから。俺は自分のリスナーさんをディスられたりしたら許せねえって動くけど、自分のファンね、ファン以外は別にどうなろうが知ったこっちゃんよ。俺とは関係ないやつだから。俺は自分のファン以外に興味ない、うん、ハゲてますよ、うん、あ、ハートありがとうございます。ギャラ払ってくれてリング用意してくれて、うん、別にいいよ、リングで決着つけても全然構わないよ。カズヤさん、うち連投 NG だから申し訳ないけど、お疲れ様です。月の支払いいくらぐらいなんだろう。家計簿つけてないね。おやすみいとこさん、アイテムありがとう。初見さんいらっしゃい、お疲れ様です。おやすみなさい。だから俺はまあ申し訳ないんだけど、自分のやったことしか発言できません、うん、止めなかったのは事実です。でそれはもう事実なんで、はい、どうぞ好きに解釈してください。こじきって言われたもんね。支援してくれてる人はありがたいよ。頑張ります。ありがとうケンタンマイさん。いやブロック全然入れますよ。はあ、アイテムありがとう。ゆうさん、初見さんなのに申し訳ない。楽しかったらでいいっすよ、アイテム投げてくれんの。あー、ララさんありがとう。
俺はだから別にギャラ払ってくれるんだったら仕事として受けるから。だからそれ以外では関わりたくないっていうのは彼に伝えてあるからさ。仕事としてオファーが来たらやりますよ。お前のリスナーはバカばかりって言うけど、見てる人が俺はリスナーだと思うよ。ブロック全然入れるよ。録画見た。あ、ティンカベルさんありがとうございます。暴力を肯定してるわけじゃないよ。ただ、そのやられても仕方ないんじゃないかっていう話ね。で、彼女のこと心配なじゃないわけじゃないから。まあ、いろいろありましたね。あ、吉尾さんありがとう。頑張ります。ギャラは1時間3万だね、俺は。あ、いや、潰すってわけじゃないけど。あ、ありがとう、プッチーさん。いや、別に普通に会話、だって俺の反対意見をブロックしてるわけじゃないから。反対意見はいろんな人があるから。それは別に会話じゃん。俺はこう思うな、ワドって冷静に話せばいいだけじゃん。あ、俺はこう思うわ、みたいな。で、なんだろう。ただの、なんか、ハゲとか、ね、お前が全部悪いとか、もう、ただの誹謗中傷はブロック入れるよ。マキルさん、ありがとう。アイテム。会話にならないから。お疲れ、ロビちゃん。文春が来たら、あ、だから俺がいいなと思った仕事、俺からやりたい仕事とかは、だから例えば今日の企画だと3万取ってないわけじゃん。それはテルとかやっちょとかが好きだからなわけよ。俺は自分でやる仕事は別に無料でもやるよ。好きな人から誘われたりしたら、捨て頃とか。だけど別に俺がやりたくない仕事もあるわけじゃん。だったらギャラ払ってくださいって、僕の金額これですって言って、別に俺ミュウツー戦いたいわけじゃないから。ただ、1時間3万円もらえるんだったら仕事として受けることができるわけよ。でしょ？だから、誹謗中傷を相手にしててもコメント欄荒れるだけだし。10万すげえな。それやばいっつうかね、ちょっとピンチだね。やばいね。引退しろよ、嫌われもん。引退するかどうかは俺が決めるよ。嫌われもんは嫌われもんだけど。はい、ワード2、たかやんさんいらっしゃい。はい、ニャコ、こんばんは。楽しんでって。あ、うさぎありがとね。体の痛み、いや、なんか足がつるね。足がつるよ。あ、別に呼ばなきゃしょうがないでしょ。それはしょうがないよ。それは配信やってんだもそれくらい腹くくってるよ。アンチ湧くからその考えはやめとけって、別にリスナーに媚びを売るために俺配信やってるわけじゃねえかんな。思ったことをそのまま言いたいから配信者になったわけだからさ。悪いけど、すり寄る気ねえわ。ごめんね、愛華さん。まあ、ね、俺のこと心配してくれてさ、今後、こうやった方がやりやすいんじゃないってアドバイスだと思うんだけど、俺のこと気遣ってくれて。俺は思ったこと言いたいから配信者になったんだ。ポカリ飲むと治る。だからまあ、俺のことを応援してくれてる人だけ大事にするよ。別に俺の考え方が気に入らねえとか、俺の人格が気に入らねえっていうやつは、ね、いっぱいいるだろうけど、しょうがないよね。こういう人間だからさ。こんばんは。俺 B 型っすね。ウリさん B 型。
風呂入るよこれから、うん、アンチを大事にしろっつうか、なんだろう、俺は自分のファンを応援ね、応援してくれてるファンを大事にしたいだけかな、うん、うん、人格規定はまあね、うん、髪薄くなった、うん、コメントが増えれば増えるほど髪の毛が抜けてく男ですよ。初見さんいらっしゃい、はい、解放お疲れ、こんばんは。アンチも大事にする気はねえな、申し訳ねえ。まあそうじゃない、応援してくれる人はアイテム投げてくれるだろうし、嫌いなやつはアイテム投げねえだろうし、まあそれだけっしょ。うん、ごますり、ごますってるかな、わかんないけど。あ、お疲れ様、アイテムありがとう、ありがとうございます。いや炎上してるからでしょ、モーロさん、別に俺の力じゃないよ。即風呂かな、深夜庁録画見直してみろ。なんで、なんで見直すの、ていうかまず俺コメント欄見えてないからね、見直すっていうか見てないよ。あのフットサルやってる時はコメント欄表示されてないわけじゃん、俺はサッカーやってただけだから。まああれでしょ、なんか窓を映すなとか帰れとかそんな感じじゃないの。俺別にそんな抜け毛あるような感じじゃないね。いや別にただ炎上してるだけなんで、僕の力じゃないですよこれは。サメ島さん細いよね。いやサメ島さん面白かったね。いや企画者は悪くないでしょ全然。アビリーさんいらっしゃい、まあまあアイテムは飛んでないっすね正直。まあ嫌われてんでしょ。あ、いいね沖縄、よかったっすよ沖縄、最高っすね。そうそう、暴力は良くない、でも気持ちはわかると、殴っちゃった気持ちはわかると。俺の名前しか出てなかったの？コメント欄。行くとそうなってるのにわかるっつうかさ、俺占い師じゃないから未来のことなんかわかんないよ。占い師じゃないんだからそもそも。テッサンバーガーありがとうございます。エスカルゴうまいの？沖縄の。へえ。頭皮動かしたら。ああまあ八千代市場を持ち込むなってのんちゃんに言ってたのよ。俺は持ち込んでないよ。でもあのんちゃんは配信者じゃねえかんな。支払いいくらなんだろうね、後で確認するわ。いやパルパルめちゃめちゃ最近生まれ変わってたよね、すげえいいやつになってた、普通にいいやつになってたわ。はいどうも、あ、ありがとうございます。まあ僕の連れですけど、はい、配信はやめないですね。いや俺はわかんねえな、今しかわかんねえわ、
まあ大方俺の考え方は話したからさ、まあ気に入らねえんだったら見ないでくれよ。よろしく頼むわ。俺はこういう人間だし。ありがとう、ララさん。たくさんアイテム。初見さんいらっしゃい。のんちゃん、手骨折ですね。大丈夫じゃないですね。2倍なかなか出ないね。マキルありがとう、アイテム。だからもう、あとはミュウツーの問題でしょ？ミュウツーがどうしても許せねえっつって、警察に行くか行かないかの話だから。メリケンサックも結構危ないんだけどね。ねえ、早く治るといいけど。いや、治療どれくらいかかるかわかんないけど、月曜日手術だってよ。月曜日手術だって。ねえ、華奢な拳で殴ってたから。和藤さんはいざとなったらやるんだよね。そのいざのポイントが叩いてる人と違うってだけで。いざっていうか、俺はだからいつも言ってるけど、暴力が肯定されるのは家族とか仲間とかが危機に陥ってる時だと思ってるけど。暴力を肯定できる事態っていうのは、僕の大切な人、例えば、のんちゃんであったりとか、あと、たくみさんであったりとかが、大変な時、誰かに不当な暴力を受けてるっていうふうに感じた時は、動くべきだとは思うけど。いや、病院にさっき行ってきたんだって。いや、多分アドレナリン出てるから殴ってる時に気づかないんだよね。後でなんか、あれ手おかしいって言って見てみたらぐちゃぐちゃになってた。ああ、ロビちゃん、ありがとう、アイテム。それを聞いて心が痛い。心が痛むか痛まないかじゃなくて、のんちゃんの拳が痛かったねって言ったら、大丈夫って。もう怪我しちゃったもんはしちゃったもんだから。そしたら、勲章だよって言ってたよ、のんちゃんは。めちゃめちゃかっこいいな、こいつ。と思って。ワドさん、これは勲章だよっつって。そっか、つって。まあでもありがとうっつったけどね、のんちゃんに。すっきりしたわっつって。いや、すごいよね。女かなと思って。あ、それくらい腹立ってたんでしょ。ああ、まあ、俺は愛情を感じたけどね、のんちゃんに。俺は好きになったよ、また。マジで？ すげえな。俺のために動いてくれたっていうのしか俺はないかな。俺のこと守ってくれたとしか思えねえな。
だから俺は彼女のこと悪く言うことはないです。僕は彼女のことがさらに好きになり、この人を大切にしなきゃなと感じました。トイレ行くわ。僕のために動いてくれた人を僕は悪く言うつもりはないです。はい、おやすみ、和也。俺は殴る気ないよ。もうだから3ヶ月間ぐらいさ、多分入り子だしさん、事の経緯が分かんないと思うんだけど、彼のタイムシフトのコメント欄だけでも全部見てごらん、ミュウツーので、放送枠開いてごらん。もう3ヶ月間ぐらいずーっと粘着されてて、で彼女もね、悪口言われてんの。それは怒るよ。例えばさ、入り子だしさんっていうことはんで、入り子だしはどうだこうだっていうのを3ヶ月やられたら怒りません？まあ俺も実際怒ってるからね、彼に対しては、彼のやってることに対しては俺も怒りはあるよ、正直言うと。先に一線越えてきたのはどっちかなって話よ。まあだからそれくらい腹くくってたんでしょ。だから警察に被害届出しちゃいいじゃん。そんな殴られて傷害罪だっていうなら、それはもう俺らの問題じゃなくて彼の問題だから。怒ったら殴るよ。だから別に俺は彼に対して言いたいことなんか一つもないですから。彼に関心もないし。そう、ミュウツーの放送を3ヶ月のタイトルとか枠を全部見てから多分語った方がいいと思うよ。まあだから何もしない人を殴ったっていう話だったら俺は一緒に謝るよ。何もしてなくて無実で何にも関係ないのに殴ってたら俺は正直一緒に謝るよ。まあ警察行きゃいいじゃん、腹くくってんだから。映画の話全然いいっすよ。映画の話します。まあね、営利目的、金が欲しくてね、喧嘩凸やってるような人間だもんね。
まあ手出した方が負けだろうね。捕まるわけだから。でもそれを受け入れるのは彼女でしょ。じゃないの。で、彼女は腹くくってるわけだから。それを他人がとやかく言うのは野暮じゃない？うん、行けばいいじゃん。別に。女に殴られて障害で怪我しましたって。元気にフットサルやりましたって。でも僕は3ヶ月間、彼女のことと彼女の彼氏に対し誹謗中傷を行って家にも突しました。警察も相手にしねえよ、そんなの。バカすぎるな。俺は彼女のこと悪く言うつもりないですね。殴られてスカッとしましたね。そうそう、要は負けても捕まっても構わねえから許せねえわってなるぐらいまで人を怒らせたわけじゃん。そう、悪いことは悪いことでしょ、法治国家なんだから。うん、だから被害届出しちゃいいじゃん。人を殴るときはそれくらいの覚悟してるでしょ。うん、テルが何か言ったら謝るよ。悪いなって俺の彼女が。テルには深夜中にも言われたら謝るよ。言ってくるような野暮なやつじゃねえから、かっこいいからテルは。うん、そういうかっこ悪い生き方してねえからあいつはかっこいいんだよ。お前ふざけんなよ、企画潰す気かなんて言われてねえわ。だから被害届出しゃいいじゃん。いや、だから言論で俺は対抗してますよ。そう。ねえ、俺言論でずっと言ってるじゃんね。彼の突断ったことないっすよ。うん。何度も何度もやってるじゃんね。で、家まで押しかけて、来んなっつってんのに家まで押しかけて。うん。だから俺別に今突かかってきても出るよ。ミュウツーから言いたいことあるわって。だからかけさせればいいじゃん。ただ言っとくけど、俺は、その、特定の配信者を誹謗中傷するためだけの枠なんてやったことないし、来んなって言われてる人に、別に無理にリアトツとかしないからね、俺は。ワドいらない米だらけだったよ。だから、それは主催が判断すればいいじゃん、今後。ああ、もう呼ぶのやめようか、とか。いや、面白いから呼ぼうとか。それは俺の判断じゃないよ。そうそう、被害届出しゃいいじゃん。だからリスナーさんからの凸も受け付けてるんだから。放送中でね、構わなければ僕は電話相談なり言いたいことは全部受け付けてきたよ、今まで。配信外の電話は出ないけど、正直配信中だったら出ます。言いたいことあるんならかけてきてください。コメントじゃ伝わりきれんわって。あ、まあ過去、いやでもね、あれはね、一晩中ディスられたんだよ。それは行くでしょ。うん、いや、ちゃんまんの件は一回あるわ。ちゃんまんにあるわ。でも一晩中ディスられたんだぜ。タバコはやめないっすね。ミュウツーが来るなら行かないじゃなくて、パルちゃんね、深夜っちょが来たの、俺に会いに。で、出演者名簿から和道が消えてるけど何かあったのって言われたので、俺は、いや出演決まってるんじゃないんですかって言ったのよ。知らないっすよっつって。で、知らないっすよってなったわけじゃん。そしたら、あ、ミュウツーと NG だからテルが気ぃ利かせて俺行かないと思ったのかなっつって。
揉めてますけど、僕は正直ミュウツーとも一言も絡まないっすよって、それでよかったら出ますよって言ったの。ただそれだけ。得点0点になった俺。多かった。あ、初見さんいらっしゃい。俺コメント欄見てないんで分かんないですね。なんかすごかったらしいですね。怒る練習。怒りからは何も生まれないっていうのが俺の考えかな。怒りはいいや。疲れるから。なんかやったんですか。なんで多いんですかね、アンチが。嫌われてますね。まあ嫌いな人が多いんだと思いますよ。今日リスワンいいっす。リスワン。普通に枠やんないと、稼がないといけないんで。大丈夫です。リスワン取るために配信するわけじゃないんで、普通に配信が好きで配信やってるんで。結果ね、橋本くんが取るべきだよ今日は。怒るふり。いや、怒ってますよ、僕。怒るふり。怒ってますよ、彼がやってることに対しては。お金ない。いや、お金はありますけど、稼がないとなぁとは思ってますね。支払い多分今月多くなりそうなんで。まあでもほら、ミュウツーもこれで有名になったわけだから、彼も閲覧増えるわけだから、その時どんな配信するかで彼の人間性がわかるわけじゃん。彼が話すわけでしょ、今回殴られた件について。今後。ありがとうございます。家賃の更新っすね。
ちょっと出費がでかくなりそう。もう2年経ったのか。今日不動産屋さんが来て、まあなんか普段俺のこと見てる人からしたらさ、いや和道らしいなってだけだよ。いや池上さん何回も会ったことあるよ。池上さん何回も話したことあるから、今日初めてじゃないですね。だから別に新規の人がなん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 って騒いでるだけでうちのリスナーさん騒いでないですよ。まあまあまあだからその事件が起きたらね、ニヤニヤするというかそういう性格の悪い人間なんで僕は、うん、嫌いなやつが殴られてるのを見てニヤニヤしてましたね、うん、あ被害届出さないんだ。あそうなんだ。被害届出さないって言うんだったら放送で煽らない方がいいんじゃないの、うん、最初から戦う気がないんなら。だったら最初から誹謗中傷すんなよっていう、原因作んなバカって感じだよね。あれは僕の彼女ですね、あの女っていうのは。僕の彼女です。あれだけ沸かしたのにアイテム伸びないことをどう思いますか。いや応援する価値がないと思われてるだけでしょ、うん、だから賛同できないとかそういうことでしょ。別にどうも思わないんだけど、うん、俺の配信が好きだったら別にアイテム普通に投げるっしょ。今可能ですよ、うん、謎の X いらっしゃい。被害届出さない大人やと思うけども、いや出せっつってんだからね、俺も加害者も出せっつってんのよ、でリスナーも出せっつってんのよ。出せばいいじゃん。そんな恥ずかしいことできるなら警察でも何でも泣きつけやいいんだ。散々人のことバカにする配信何ヶ月も続けて、女の子にぶん殴られてボコボコにされて一言も反論できなくて、しまいにはねえ止めてくれって俺に懇願して、バカじゃねえの本当。頭悪すぎるだろ。で今度は警察行け行け。俺殴られてないよ、まあ、受理されるわけねえじゃん。別にされたとしてもされてもいいから行けよ。かっこ悪い。だったら最初から誹謗中傷なんかすんな。信頼関係も築けないでディスするやつとか嫌われるだけだよ。だからのんちゃんが怪我したことに関してはそのなんつうんだろうな、俺はだからのんちゃんが一人で体張って全部その悪いところ引き受けて、でも行動したのはのんちゃんだと思うよ。ルシスいらっしゃい、おかえり。いや、かっこいいよね。だって観客席にいた人たちも笑ってたよ。のんちゃん最高っつってたよ。面白かったよ、のんちゃんっつって。仲良くなってたよ。
ああ、そうなんですね。俺はね、赤だったのが青になった。携帯でかいですね。あ、みこつさんありがとうございます。アイテムご支援ありがとうございます。俺はね、赤組だったんだけど青組になったね。団子プレゼントありがとう。誰にも殴られてないよ、俺は。誰にも殴られてない。嘘くさく聞こえる。いや、俺が嘘つきだと思ってるから全部嘘に聞こえるだけでしょ。はい、こんばんは、キットさん。お疲れっす。それこそボディーブローでも入れたら、女の子にボディーブローなんかしたら俺許さないけど。でもこれで気づいたんじゃないの？あ、誹謗中傷するとダメなんだっていうの。いい勉強になったんじゃないの？いや、手出したら絶対行くよね、俺は。あ、風船ありがとう、ルシさん。いや、許さないでしょ、自分の女手出されたら。あんな可愛い女の子、あんな可愛いのんちゃんを殴られたら俺は怒りに震えるでしょ。許さねえよ、あんなに可愛い女の子。許さねえよ。いいんじゃない、のんちゃんも笑ってたよ。やっとすっきりしたわーつって、やっと寝れるわーつって。ずっと不眠症だったの。もう夢でうなされるぐらい、もう毎日ミュウツーに怒ってたけど、許せない許せないっつって毎日怒ってて寝れなかったのが、やっとぐっすり寝たよ。怖くて逃げ出す？いや、俺全然逃げるよ。ゆっくり休んでね。2日後手術。いや、別に名前は出していいと思うんだよ。そのちょっと俺に何かがあったら、例えば他枠で「和道のことどう思う？」っつったら「いや俺はこう思うよ」っていうぐらいならいいと思うんだけど、彼がやってることっていうのは、その特定の人をさ、ずっと誹謗中傷し続けるだけじゃん。でしょ？要は俺のヘイトしかやってないわけだから、それは違くねえかっていう話をしてんのよ。別に配信者なんだから、たまに事件が起きた時とかさ、コメント求められるよ、リスナーさんに。で、俺はこれ和道が正しい、これ和道が悪いっていうのは言っていいと思うよ、配信者なんだから。ただその何の関係もないことでずっとグダ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 言うのはどうなのっていうのは思うよね。のんちゃん手術だね。かわいそうだよ、ほんと。まあ、やりすぎだよね。だから暴力を肯定することはできないけどさ、あの、なんつうんだろう、
まあ殴ってもね、完全になんだろう、まあ自業自得だよとしか言えないよ、うん、ミュウツーのことかばう気になんか全然ならねえわ、うん、言ってること責任持てよ。いや本音で喋ってるよドクロさん、俺はそう思うよ本当に。だって散々誹謗中傷してるわけだから、で嫌だからやめてくれっていう話もずっとしてるわけじゃん、でも聞かないわけでしょ、うん、まあ殴られてんの見て笑ったよね本当に、爆笑だよな。しまいには止めろよとか言って、なんで俺がお前のことかばうんだよって、うん、そうそう、もともとミュウツーがさ、のんちゃんとか俺のことディスんなかったら殴られないわけだから、お前がやってることどうなんだって話だよね。いやもうすごかったよ本当に、動画見たら結構笑うよ、動画見た人、アキラッパのカメラ、アキラッパ、要はミュウツーの方だと分かんない、俺の方にも映ってないしミュウツーの方に映ってないの、アキラッパがずっと映してたの、アキラッパの方見た人手挙げて、アキラッパの方の視点、俺のツイッターに動画上がってるよ多分ね、それ見た方が早いよ、どんだけ怒ってるか、もう叫び声とかメッセージが全部詰まってるもん、うん、見た？ポポさん結構本意気で言ってたよね、だね、キャシャだとはいえ、見た？バチンバチン殴ってたよ、のんちゃん。情弱だから貼ってほしい。俺のツイッターに貼ってあるよ。俺のツイッター2個目のツイート。俺のツイッター、テイツさん。俺のツイッター見てみて。バッカバカ殴ってたよ。ていうか、ほぼ蹴りだったんだけど。うん。結構いいゲローキック蹴ってるよね。もうびっくりしたの、うん、結構びっくりした、ああ、うん、俺点数あの取れなかったね、っていうかパスが回ってこなかった、ね、パスも一回も受けてねえわ、うん、知らないよ、うん、俺に言うなよジークさん、誹謗中傷、いや俺リスナー、のんちゃんはリスナーなんだから、リスナーを誹謗中傷したらリスナー怒るでしょ、いや爆笑するでしょ、俺もう途中からさ腹痛かったもん、ボッコボコにしてたよのんちゃんマジで、で写真とか撮ってないから分かんないかもしれないけど、あざだらけだよ、あざだらけ、のんちゃんめちゃめちゃ小柄だよ、いや動画見てごらん、うん、で実際いいねボタンの方が多いかんね実際動画のいいねボタンめちゃめちゃ多いかんね、うん、新エッチョも半笑いだったかんね、そりゃそうだよね、小さいおばさんにさ出演者がボコボコにされてんだよ、いきなりおはようって来たらちっちゃいおばちゃんにオラーっつってボコボコにされてんだよ、アッパーとか使ってたからね、結構結構本意気だよ、ステコロ2だよね、うん、ああいや多分ね2発目に顔面思いっきりいったの、顔面もね3発2発3発ぐらいいいの入ってんだよ、あれ痛かったと思うよあれ結構その面食らったと思うよ、う蹴りも結構本意気だったし結構強えなこいつみたいな、動画は僕のツイッターに上がってます、僕のツイッターの2番目のツイート、でもそこ上がってたよ、僕のツイッターの2番目のツイートにアキラッパの視点があるからそれ見てみたら、おかめさんどうも、あおかめさんさっきの男の人、
話した人、オカメさんかな。ドレさんと飯食った。オカメさん、おっちゃん？さっきの。枠切らないかな。普通に今日は雑談やってるんで、枠は切らないです、つばさん。いや、顔面アッパーもヒットしてるからね。いや、結構本意気だったよ。もうキャプチャーできないけど。結構パンチ力あったよ。あれ多分痛かったです。ああ、どうもどうも、おかみさん。お話できて面白かったっす。まあ。いや、のんちゃんのパンチ受けたことあるけど、結構重たいんだよ、小柄の割には。あと、カメラに映ってないけど、三脚でもぶん殴ってるからね。やり方がヤクザだったよ。三脚バチーンって、うらーっつって。で、三脚でバチーンってたからね。あれは笑ったよ、ほんと。もう少し殴りたかったっていう謎の発言してたよ。もう少し殴りたかったっていう謎発言してた。三脚でも、あ、三脚で殴ってんの映ってるわ。椅子は持ち越すっつうか、別に普通に話すよ、俺。いや、あんな笑うよね。いや、あれくらい人を怒らせるってすごい才能だと思うよ。いや、俺は笑うよね。散々人のこと何ヶ月も煽ってボコボコにされるの。刺せばよかったのに。まあ、怒らせたらダメな人だよね。いや、笑うでしょ、こんな。こんな笑う。いや、めちゃめちゃ面白いっすね。いや、めちゃめちゃ笑いましたね。同じ人間がループコメ、まあそんなもんでしょう、配信は。まあ人間性なんでしょうね、僕の。想像超えてたでしょ。それは拳砕けるわっていうぐらい殴ってるから。結構本気でバチバチ言ってたよ。いや、アイテム少ないの、もともと少ないから。だから なんつうんだろうな、もともと嫌われてるし、もともとアイテム少ないからノーダメージだね。はい、ノーダメージです、僕。いや、スカッとするでしょ、嫌いなやつが殴られてたら。ざまあだよね。
俺より強いんじゃねえかっていう 俺の捨て頃よりいい動きしてるからな 俺より強いぞ多分 そう思わない？ 何も変わってないですね、うん、俺よりも俺の彼女の方があの いや見てて不快だったらブラウザバックしていいっすよ別に。もう困んないんで。ジェイクさんもドクロさんも俺の放送見なくていいよ。いや知らない、警察行ったんじゃないの。いやテーマの好き全くないっすね。別に警察行けばいいんじゃないですか。いや笑うっしょこんなの。いや結構伸びてるかな。だってのんちゃん言ってたもん、誰も止めないからやめ時が分かんなかったって言ってたよ。誰も止めないんだもんって言って、誰も止めないからやめ時分かんなかったからどうしたらいいか分かんなかったわ、さすがにやっちょにやめてって言われたからやめたけどって。あれ喧嘩っていつやめていいのっつってたよ。ありがとうカオス、どうもワドツ。そりゃそうだよね。そりゃ誰も止めないからね。ダメだよ、うん、すげえよ、ね、後半もうぼーっと見てたよ俺。いい蹴り打つなと思って、最初止めたけどその後は放置してるよ。いや俺は殴られるべきやつが殴られたとしか思ってないよ。あーメンバーね、うん、止めるわけねえじゃん。まあいいんじゃない、次呼ばれないだけだから、うん、次呼ばれないだけでしょ。別に面白かったら呼ばれるし面白くなかったら呼ばれない、ただそれだけだよ。シンプルに考えようぜ。別に好感度上げるためにやってるわけじゃねえから配信。即興ソング3曲歌ったよ。おはよう。歌ったよ。おはよう。お団子プレゼントありがとう。
うございます。お疲れ様でした、ヒロさん。どうもです、うん、そういうことだよ、そういうことだよ、そういうことだから、そのいや殴っちゃダメでしょって話し合いにしようよっていう人徳がなかっただけでしょ、彼に、うん、やられて当然だよねっていう話でしょ、うん、そういうことだと思うよ、うん、そういうことだと思いますよ。はい、ブロックでーす。ドレさんは球技苦手なんだって。いや別に好感度上げようと思ってねえから、正直。別に好感度下がったよとかアンチ増えたよって言われても、もともとアンチ多いし数えきれないぐらいいるし、正直ノーダメージだわ。 YouTube で見るよ。はいよ、お月見バーガーありがとう。 YouTube 見てみて、俺の Twitter の上から2番目ね。あー、マキルありがとう。お月見バーガー2倍、ありがとうございます。はい、コーラさんいらっしゃい、お疲れ様です。下手ですよ。ていうか、まずスポーツ全般俺ダメ、運動神経がまずダメっす、うん、そもそも才能がないスポーツに関しては、うん、いやー野鳥だったら止めるね、正直、うん、いや理不尽にやってたら止めるよ。ただ理不尽じゃないじゃん、やられて当然ぐらいにしか思われないよ、あんなの。やられて当然だよ。あー、サッカーは経験者やっぱ3人ぐらい向こうのチームいたけど上手かったよね。特にテルがやばい、ボールキープが上手いし、あのね、シュートよりもドリブルなんだよね。ドリブルでボール運びが上手いから。俺太ったね、うん、まあドレさんにも怒られたよ、ちょっと太りすぎだよっつって、運動しろバカって。バカとは言わないか、サッカーはもう経験の差がすぐ出ますね、うん、まあ、暴力は良くないけど殴るわな。うん、うん、あ、ゲリーさんいらっしゃい。いや暴力はダメだよ、だけど自分がやられたら殴るでしょ。殴りたくなる気持ちはわかるぞ、少なくとも殴ったら殴らないかもしれないけど、で女の子なわけじゃん、のんちゃんって。でもそれでも言ったっていうのは相当勇気がいったと思うよ、相当腹立ってたんでしょ、うん、あ、俺は楽しい、何でも楽しもうっていう感じですね。楽しかったっすよ、何でも楽しい、うん、人生楽しんだもん勝ちだと思ってるから。うん、下手でもいいから楽しもう。せっかく呼ばれてね、一回きりしかない人生だからさ、楽しんだもん勝ちでしょ。そう、自分がされたらっていう感覚で見た方がいいよ、多分。
いや別に女にやらせたと思ってる人がいるのは別にいいんじゃないの？しょうが、いや思ってるけど別に思ってることをさ変えようとかできないじゃん。パルちゃんさ。別に思ってていいんじゃないの？評価が全然違う。いきなりさ、あんなぶん殴ってたらそれはさ、この女頭大丈夫ってなるかもしんないけど、事実を知ってる人は、まあ、しょうがないよねって。のんちゃんよく手出すわ。のんちゃんも我慢できないよねっていう。いや、だから、俺と喧嘩を多分考えてたんだでしょ、ミュウツーは。俺の誹謗中傷考えてたんだろう、多分今日。リスナーも期待してたんでしょ。出鼻くじかれたんでしょ。でしょ。ああ、ジークね、だから、ジークさんね、ミュウツーっていう配信者、ふわっちの配信者だから、タイムシフト見てごらん。タイムシフト欄。ミュウツーのタイムシフト欄を見たらわかるよ。だから、暴力を肯定してるじゃなくて、ことの、なんつうんだろう。前提条件があるのよ。ミュウツーで検索してごらん。ひらがなでミュウツーで。ねえ。どんな放送やってたか見てごらん。タイトルを。いくよ。あ、じゃあ俺がキャプればいいのか。ちょっと待ってね。これがミュウツーっていう、当事者なんだけど、ね、彼がどんな放送をやってるかっていうと、いくよ。これは彼の放送ね。ほら。虚言女詐欺師撲滅とか、これ全部のんちゃんのことなの。のんちゃんと俺のことなの。詐欺師嫌い、引退枠詐欺流行とか、全部俺なの。引退詐欺師とか、ね。で、詐欺師潰すとか。全部だよ。わかる？で、バンになっても、要は詐欺師ってなんで使い始めたかっていうと、俺の名前使うとバンになるからなの。俺の名前使うとバンになるから、途中から詐欺師になってんだから、これずーっとワドワドワドだったのよ。これ何ヶ月も続けてんだよ。わかる？ほら、ワドって全部俺の放送でしょ？ワド旅団かかってこいとか、ね、後半になるとワドリア突しますとか、ワドリア突しようかとか、全部俺の悪口なの。ほら、旅団雑魚すぎて、俺のリスナーさんのこと旅団って言うんだけど、わかる？これ。で、こんだけ粘着してて、もうずーっとずーっと粘着してるんですよ。それで、これを知ってて、のんちゃんはずーっと誹謗中傷を受けてたの。それでものんちゃんかばえる？ それで、いきなりなんか殴られたみたいになってるけど、違うからね。途中までは普通の放送やってたんだけど、途中からもうずーっとだよ。詐欺師、詐欺師、詐欺師って。で、バンになっても何になってもずーっと誹謗中傷して、今日も来る途中ずーっと誹謗中傷してたのよ。どう思います？企画倒れ詐欺師、ワドライン突とか。どう思います？皆さん。すごいでしょ。だからこれを知ってるから、うちのリスナーさんは暴力は良くないけど、まあ、殴られても仕方ない。そう、暴力はいけないけど、そう、ミュウツーも悪いよねってなっちゃうの。ワドさんの外配信した時のミュウツーは気違いだった。いや、わかんねえ、もうずっと気違いだから。もう粘着がすごいのよ。で、実際俺の家も来てんのよ。来んなって言ってんのに。そう。いや、わかんない、病気なんか。で、ずーっと俺の放送をミラーして誹謗中傷をずっとやってんのよ。俺の YouTube の動画をミラーして、ずーっと誹謗中傷してんの。まあ、殴られても仕方ないでしょ、あれは。それは怒る人がいるっていうのは、だって、のんちゃんもターゲットにされてるわけだから。いや、わかんないけど。だから俺はいつも彼の卒は断ってないのよ。対話はするよって。だから YouTube にミュウツーと、ワドって検索したら出てくるよ。女に仕返しをさせて気持ちよかったかどうかじゃなくて、嫌いなやつが殴られてんのを見て、別に バカだなこいつとは思ったけど。
知らない。俺に何かされたのか、ミュウツーに聞いてみて。いや、ミュウツーに聞いてみて、それは。ボンタン好きだわ。つみきちゃんありがとう。あ、俺が嫌われるようなことばっかりしてるから悪いんだ。なるほど。抱いてあげてって。あ、ありがとう。まあ、そんな感じかな。いや、いいアッパーだったよね。いや、女の人をあそこまで怒らせるって結構だからね。いや、殴る方も痛いって、だから、拳骨折だもん。法的手段で訴えたらいいのでは？いや、俺はだからほっといてたんだよね、ずっと。俺はほっといてた。人の名前借りないとリスナー集まらない万年過疎の典型。自分の配信ネタに余裕がないんだろう。いや、ずっとそう言われてる。ミュウツー答えなかった？俺は一切話してないよね。そう。っていうか、まず過疎配信者の関心がない。っていうか、もともと俺のリスナーだったぐらいの。YouTube は俺のツイッターに載ってるよ。俺のツイッターの上から2番目は、もう、のんちゃんがフルボッコ。俺のツイッターの上から2番目見てください。YouTube の動画があるんで。僕のツイッター見てください。まずミュウツーだから、アリスのこと好きだったんじゃないの？わかんないけど。よく家に泊まりに行ってたし。いや、すごいでしょ、カオス。すごいでしょ。あ、ごめんなさい。お前っていう人はブロックです。すいません。いや、すごいよね。本意気の蹴りだったかんだよ。高い代償を払うことになりませんか？わかんない。いや、だから難しい問題なのよ。いや、結構カオスだよね。俺だって、女、あんなさ、のんちゃん身長150センチぐらいじゃん。ちっちゃいおばちゃんにさ、ボコられる動画なんて見たことないでしょ。いや、だから、俺はいつも俺のことを言う分には構わないけど、俺のリスナーさんを言うのはおかしくねえかってずっと言ってたんだよ。いや、三脚でバッチン言ってるよ。何言ってんの？カオス、ちゃんと見てごらん。まず三脚をバチン倒して放送蹴散らして、その後バチンって、で、バンバン殴ってんの。その後三脚取ってバチンいってるよ。で、三脚ぶっ壊れたんだよ。三脚殴ってる。ちゃんとよく見ると結構暴れてるよ。殴られてる間完璧に対応してた。嫌な感じ。アキラッパの放送履歴で見た。フットサル楽しかったっすね。そう、三脚で殴ってるから。いや、我慢するっつうか、本人もどうしたらいいか分かんなかったんでしょ。あれ殴ったんだよ。そう。最初はだから叩いたの、放送。何てめえやってんだよっつって、もういきなり喧嘩腰で、ヤクザみたいな、灰皿バーンやるみたいな。どんちゃんいけバチーンってて、あーと思って。 俺荷物しょって下ろしてたから止めに入れなかった。 いや、まあ器物破損と傷害だね。器物破損と傷害。 彼女が刑罰。いや、最初止めたんだけど、もう殴ってるしいいやと思って。 だんだん面白くなっちゃったよね。いや、彼女の方が強いよね、絶対ね。格闘技向いてるよね。いや、俺、のんちゃんのローキックもらったこと、いや、ミュウツーも言ってるけど、痛いよって言ってたでしょ、アキラッパに。のんちゃん、蹴り結構重いのよ、体重にしては。女の人にしては、本気で蹴るよ。俺、だから、のんちゃんのパンチも、その倒れたりはしないと思うけど、痛いよ、あれ。痛いっすよ。いや、度胸すごいよ。俺より度胸全然あるでしょ。
骨折してまで殴るっつうか、もう殴り続けて、落ち着いてタバコ吸ってる時に、スーって吸ってたら、和道さん、拳が痛いって言って、右手見たらぐちゃぐちゃなの。 すごいケンタコみたいに真ん中の指がボコってなってて、でこっち側も明らかに折れてんのよ、もうこうなってんの骨が。 のんさんこれ折れてるから病院行きなっつって、いや笑いましたね。いや蹴りも本気だったしね。バカありがとう。ワックスじゃないです、ジェルですね、僕は。いや、のんちゃんはだから世界で一番かっこいいのは俺だって言ってるぐらい俺のこと好きだから。いや、運動神経意外といいんだよね、のんちゃん。粉砕骨折じゃなくて、ここの骨あるじゃん、ここの小指の骨。これが、こうなっちゃったっていう。その、突き上げて、そう、ここにもう一個関節があるみたいになってて。だから、あ、もう触って折れてるって分かって。いや、もう腹抱えて笑うわ。粉砕骨折っつうか、だからポキだよね、ポキ。だから自分の拳が壊れるぐらい殴ってたんだよね。いや、笑うっしょ、あんなの。 じゃあ、アンケート取るわ。アンケート取るわ。本音ね。コメントだと書けない本音ね。コメントでは書けないこと。じゃあアンケート使いますね。はい、行きます。出題します。はい、アンケート答えてください。正直笑った人。 正直笑った人ね。いいか悪いかは別として、正直笑っちゃったわっていう人。ジェルはカチカチ系ですね。ハードですね。正直ね。正直笑っちゃったか笑ってないか。その、悪いこととかいいとか倫理観は置いといて、倫理観は置いといて、こんなん笑うっしょっていう人。いや、コメントで書かなくていいよ。それ人間性疑われちゃうから。じゃあ、ドアじゃない。2発目のパンチが良すぎんのよ。アッパーみたいな。すげえ振りかぶって、なんかガゼルパンチみたいなアッパー打ってて、バチン入ってるもん。2、3発入ってるよ、顔面に。いや、部外者がしたら笑うっしょ。強弱さん、いや、だからどれくらい、じゃあ100人いったら、あと25人答えたらアンケート開封します。皆さん笑ったか笑ってないか。俺はあんなん笑うっしょ。いや、そのね、死にはしないの分かってるから。いや、和道の彼女って、だって俺、のんちゃんと普段生活してるわけじゃん。もう激おこなんだよ。いや、のんちゃん、すごかったよ。もう寝れなくて、震えてて、寝れない、寝れないって言って、で、どうしたのって、薬もいっぱい飲んで、でも、ミュウツーが悔しいっつって、許せないって、もう、なんで私、こんなに誹謗中傷されないといけないのって、私、リスナーなのにって。で、和道さんのこと言うのもおかしいって言って、もうずーっと寝れなかったのよ。ぐっすり寝てるでしょ。いや、ね、パンチがあるよね。あと、じゃあ19人、コメント、アンケート使ってくれたら、開封します。いや、正直ね、結構いい動きだったよね。いや、ナイフ持ってた、刺してたよ。支払いいくらぐらいだろう、10万ぐらい、15万ぐらい、更新料だから。いやー、笑うよな。本音が聞きたいよね、どれくらい笑ったのか。本音ね。いや、笑えない人は笑えねえわって、いいえに答えてください。だって言ってることもかっこよかったね。てめえが、お前、てめえが粘着してっからだろうとか言って。警察呼べよとか言って。 腹くくりすぎてる。発言もすごいじゃん。警察呼んでみろよとか言って。 てめえが粘着してっからだろうっつって蹴り続けたからね。バチーンっつって。 いや、誰も止めないしね。で、俺もうほんとね、バカだろうって思ったのが、ミュウツーが俺の顔見てたよ。ミュウツーが俺の顔見てたよ。お前止めろよって言ったからね。止めねえわっつって。 あれ笑った。最初に、アキラッパに言う前に、お前止めろよって俺に言うの。止めねえわっつって。バカかっつって。 あれ笑ったよね。お前が誹謗中傷してる相手にさ、なんで止めてもらえると思ったんだよ。 いやー、オラオラだったよね。いや、笑うっしょ、あんなの。
最高だったよ。あと4人で開封します。アキラッパに助け求めんだよ。それでなんか証拠残すから録画撮ってとか言って、俺関わりたくないって言って、アキラッパどんどん引いてくんだよ。いや俺に助け求めたかんね、バカすぎるよね。うん、いやあの動画は語り継がれるでしょ。うん、笑ったわ。あと一人、はい、じゃあ開封します。開封しますよ皆さん、アンケート。いやパンチ力はそんなないよ、でも痛いと思う、あれは痛いと思う。はい、開封します。 40% 笑ってんじゃねえかよ。すごいよね、 40% は俺と仲良くできるわ。 40% は笑ったっていう。逆にすげえな、 60% くらいあれ見て笑えないんだもんね。うん、うん、誰も助けてくんないからね。俺ね、アキラッパは助けるかなって思ったんだけど、ずっとカメラマンに徹したから。アキラッパは戦場のカメラマン向いてるよ。うん、いや俺は関わんないっつってずっとカメラ回してたから、ね、あーまあ 40% とは仲良くできるかな。うん、いやー面白い。まあだからさ、さっきもコメントであったんだけど、じゃあ仮になんだけど、深夜っちょがそうなったらみんな止めてたと思うの、殴られる方だったら。やめなよって。テルとかさ。誰も止めないような配信をやり続けたからでしょ。うん。うん。面白いか面白くないかじゃないよ。で止めてないだろうって言われたけど、さっきタイムシフト検証もして止めてるのよ。最初は後半もういいやってなってるよ。もういいやって、もうこいつボコられた方がいいわってなってるけど、あの別目線で見るとまた変わるよ。別目線で見る、うん、ちょっと待ってね。別目線で見ようか。よいしょ。ああ。音声映像来てますか。音声と映像来てたら教えてください。いや深夜庁しか止めらんないでしょあんな音声映この辺かな。これが俺の目線ね。一番いい視点はさっきのあの YouTube だね。まだ早かった YouTube。ここに駐車場あんじゃん。これがだからその動画になってない部分ね。俺とのんちゃんが入場した部分ね。うん、ね。まだ前の人使ってるから別のところ移動しとく。待ってるここで。ここでいいの？ほら明らかいるわ。うん。ここでいいでしょ。多分。ごめん URL 禁止。クソがいる。いいよ。いいよ。いいよ。今いい。今いい。どいつよ。おい。おい。飛んでた。お前何やってんだよ。おい。いい加減しろよ。いいよ。いい音だよね。
か。行くよ。なんで止めないの、お前。おめえが電車で来て走ってたらだろうがよ。いやもう途中からはもう止める気なくて、だから俺に助けを求めた時からはってなって、俺に助けを求めた時からはもう止めてないのよ。最初止めてんの、最初止めてたのに、なんか お前も止めろよって言われて、いや笑えねえだろこんなん。だからみんな見てないのよ。前の人使ってるから別のところ移動しとく。引いてるんだよ俺も。ほら明らかにいるわ。いや結構フルボッコだったから、俺生で見てるから一番近いところで、結構迫力あったよ。クソがいる。いいよいいよいいよ、止めてんじゃん今。いいおいおい、止めてんじゃん、引くだろそんな。お前何やってんだよ。おいいよ、は間入ってるでしょ。いい加減しろよ。最初止めてんだよ。いや何粘着してんだよ。バチンバチン蹴り上げてきたんだ。いくよ、いくよ。なんで止めないの、お前。は？は？止めない。おめえが電車で来て走ってからだろうがよ。そう、止めろよって言われて止めなくなったんだ。止めよ。いや俺も正直言うと手出そうになったんだよね、ここで絡んできたから。俺もイラッとしたの、そっから止めてないの。めっちゃ蹴られてるよ。いくよ。お前が粘着してんだろ、最初からよ。これが俺目線ね。これが俺目線。なんとか三脚壊されたんよ。なんだろう、障害罪。いや、こうなるでしょ。俺の彼女がボコボコにしてんだよ。いや、映さないよ。これが俺の目線。これが俺の目線ね。いや止めないよ。だからみんな途中からダイジェストの動画見すぎなんだよ。分かったっしょ。全然印象変わるっしょ。みんなねダイジェストの動画を見すぎ。毎回そうなんだけど。俺は止めてたんだけど、あのミュウツーのお前止めろよにハッてなって。そう、それであの要はアキラッパが後ろで撮ってるのよ、引きで。で、みんなが見たのはアキラッパ目線なの。みんなが見た、俺のツイッターに貼られてるのはアキラッパで、のんちゃんがフルボッコにしてるところ。山津さんだね、止めたのは。止めてたでしょ。最初止めてたけど、お前止めろよに、はぁだよ。なんで俺に言うんだと。そう。むしろ、俺に吹っかけてこなかったら止められてたと思うよ。いや笑うっしょこんなの。いや気違いだけどね。気違いなのは気違いだ。四つ目の動画の方はだからもう俺がポケーっとしてる方だよ。もう歯の後でしょ、だから3人の目線があるから全部見ないと多分分かんないよね。あ、千代子さんいらっしゃい。彼女が傷害罪で捕まってもいいんだねじゃなくて、もう腹くくってるっしょこんだけやるってことは。
いやダサいとかどうこうじゃなくて、のんちゃんがそのね腹くくってるわけだから、うん、大和さんの顔も渋いよねちょっとね。なんで俺に助け求めたのかよくわかんないしな。これが俺の目線で、うん、のんちゃんは指あの骨折しましたね。拳いかれました。拳いかれるぐらい殴ってました。のんちゃんが映ってる方は放送できません。あの YouTube 僕の Twitter で確認してください。付き合ってますよ。YouTube の方の動画見てください。いやーすごいよね、のんちゃんが本物だっていうの分かった。うん、うん、女にあそこまで刺さないでしょ、止めろよ。いや止めてんじゃん。30発ぐらいかな、パンチは多分、クリーンヒットは3発、頭とか後ろダメージ残らない系の、もうこの辺入ってたよ、バチンって。この辺3発ぐらい入ってて、後頭部 4、5発、あと全部蹴り。うん、いやだから傷害罪で訴えればいいじゃん。うん、そう、3ヶ月間ぐらい、和道っていう人のことと和道の彼女を誹謗中傷し続けて、家まで無許可で来るなって言われてるのに行きましたと。で怒らせて、女にボコボコにされたんで、警察さんよろしくお願いしますって警察に言いに行けばいいじゃんな。うん、どう思う？そう言えばいいよ。顔入ってるよ、結構いいアッパー入ってるよ。顔3発ぐらい入ってるよ。で結構足真っ赤になってたよ、なんかいろんな鞭で打たれたみたいになってたよ。結構効いてたよ。っていうかね、障害で訴えるぐらいになったら、そのリスナーさんを誹謗中傷するなって思わない。粘着して、いや負けかもしんないけど俺は笑ったよ。だってさ、女のこと散々煽ってさ、ねえ、なんか虚言女とか言ってさ、誹謗中傷しまくってたんでしょ。それでボコボコにされるんだもんね、腹痛いよ。ダサすぎるでしょ。いやだからのんちゃんはね、ヤクザとかにも喧嘩売っちゃうんだよ。いや、のんちゃんのアッパーは食らったことないけど、ローキックとパンチは食らったことあるよ。めちゃめちゃ痛いっすね。効くとかじゃなくて痛い。のんちゃんのパンチ。通らないのかな、わかんないけど。俺は笑ったよ。自業自得だなと思ったよ。いや、だから警察呼んでくれって言ったからじゃん。そう、これが俺とミュウツーだったら 100% ワド悪いってなってたと思う。ワドやりすぎだよって。違くて、女にやられてるんだよ。もう女にやられてんの。すごいよね。うん、いやだから警察が判断すればいいんじゃない。うん、いやいいんじゃない、だから被害届出したらいいじゃん。俺ものんちゃんも出せ出せってずっと言ってんだから、警察呼べよこらっつって殴ってんだから。いや、おばさんにボコられる貴重映像だよね。小さいおばさんにボコボコにされるんだよ。うん、煽り行為は法的にも考慮される。うん、まあ罰金刑でしょ。うん、知らない、怪我したかどうか。結構暴れてたかんな。うん、あ、警察に泣きついてんの。格好悪すぎるだろ。うん、女の子だからやられたん違う、女の子だから。うん、配信しながら蹴り受けてる。え、違うよ、最初カメラをバッシャンやられてるから最初手ぶらだよ。うん、で三脚でうらーってやられてカメラ持って逃げたんだよ。うん、鮫島さんいなかった。
会うとき。うん。鮫島さんいなかった。ただ鮫島さんに言われたのは警官がすごい来てたからどこだろうって、どこで事件が起こってんだろうと思ったけど、まあ絶対ここだよなって気づいたって言ってたね。うん、いや知らない、警察行けって言ってんだけどね。いや女に殴、女を煽って女に殴られてで警察に泣きつくってクソダサいかんね。うん、まず機材を破壊から始めてるから、ね、いやリスナーさんを煽るのは絶対配信者としてダメだと思うよ、うん、いや俺も思った、女の人の方が腹くくったら強いっていうのは分かった。まあ株下げたよね、株を下げたよね彼は。殴られんの嫌だったら煽るなよ、手を出したの自分じゃないから気楽にいるのが、違う違う違う、嫌いな相手が殴られたからスカッとしたってだけよ、うん、うん、うん、そうそう、もうやりすぎなんだよ。それがさ1回ぐらい和道どうなん、例えばケンさんとかにこういう風にならないはずの、ケンさんも和道許せねえって枠やっても一枠で言いたいこと言うのよ。彼は違うの、ずーっと俺の悪口を言い続けたの、俺の彼女と俺のリスナーとでしょ。そう根本的に違いすぎるよ。さっきもねタイムシフト見せたけど、うん、ねえのんちゃんありがとう生成したわっていう人いるもんね、うん、俺は暴力しないもん、だから言いたいことあるんなら聞くよっていうタイプだから。ミュウツーに人参投げたの本当だよ前、うん、家に来た時におめえこれでも食ってろって人参投げてたからね、のんちゃん、うん、あまあいいんじゃないの、彼がどんな弁明するのかみんな楽しみでしょ。女に殴られて被害届とかもう男やめた方がいいよ、うん、いや笑うっしょあんな、いや俺のんちゃんにありがとうって言ったもん車の中で、いやのんちゃんすっきりしたわありがとうっつって、手大丈夫よっつった、和道さん勲章だよって言ってたよ、折れた手見せて、うん、和道さん勲章だよって、スカッとしたわーっつってたよ、うん、警察上等だよーっつってクソだせーとか言って腹抱えだよ、うん、いや笑うっしょこんなん、いやのんちゃんは勲章だって言ってたから、うん、やっとスッキリしたわーっつって、うん、彼女にカメラ向けてたね、だから向けてないじゃん、俺のタイムシフト見ただろ、まだ言うのね、まだ言うの、カメラ向けてたっていう俺でしょ、お前すげえな、今タイムシフト見せたんだよ、お前病気だろ、病気だろ、病気、病気だよ、もう一回見せるか、俺がミュウツーのこと見せる、すごいな、ここまで来ると病気だと思うわ、カメラ向けてる、どこがカメラ向けてんの、もう一回見ようか、からだったっけ、左だっけ、そっちだっけ、すげえな、まだ言うんだ、え、こっち側、アンチはもう妄想だよね、うん、まだ前の人使ってるから別のところ移動しとく、待ってる、いや、クズがクズにクズが殴られた、やっぱいるわ、うんうん、ここでいいでしょ、たぶん、うざーす、クソがいる、いいよ、いいよ、今いいよ、今いいよ、おい、おい、映してねえじゃん、映してないじゃん、
どこが映してんだよ。彼女にカメラ向けてねえじゃねえかよ。まだ言うの。病気だろ、本当に。うん。病気だろ、本当。向けてねえじゃねえかよ。そう、アキラッパは向けてるよ。アキラッパは向けてるよ。のんちゃんは秋頃になると暴れるんだよ。アキラッパの動画は流さないかな。あのツイッターに貼ってあるから勝手に見て。野戦場のカメラマンでしょ、アキラッパは。いやー、見事な速攻だったよね。走っていったかんね。走って殴りに行ってたかんね。いやー、大好きな彼氏のためにかっこよすぎるんですよ。まあスカッとしたわ、信頼関係があるからディスってんだよ。言ってもこれを言っても関係崩れないなっていう時にしか言わないよ、プロの人は。これは俺言っていいだろうっていう判断をしてるよ。だからドレさんとか俺とかさ、他の配信者とかディスり合っても仲いいわけじゃん。結局みんな仲良かったでしょ、一線踏み越えてないよ。アキさんいらっしゃい。もう呼ばれないかもしれないっていう噂だよ。モンさんはだから薬もう不眠症になってたのよ、あのミュウツーの誹謗中傷で。でもう放送見るなって言っても、もうなんかすげえ、もうなんかもう怒りの主張をずっと続けてたよ、あごめん、うちあの URL 禁止だわ。ドレさんもちゃんと DM とかするかんね、必ず。あ、違う違う、テイツさ、まだ言うのか。テイツ止めてないって言うけど、止めてるから。最初の、違う、最初の5、6発で止めに入ってるんだよ、テイツ。もう一回見る。もうラストね。しつこいから。これを見てもまだ言うかっていうね。最初の5、6発の時点で見ててよ。止めてるから。止めてるけど、ミュウツーが俺に対して、なんでお前止めないんだよ、つって止めなくなるのよ。まだ前の人使ってるから別のところ移動しとく。待ってる、ここで。よく見ててよ、テイツさん。あ、キラッパいるわ、ここでいいでしょ。見ててよ、見ててよ、テイツ。ざーす。最初の5、6発で止めてるから。クソがいる。ここで止めてる、ここで止めてるでしょ。いいよっつって、これ服掴んでるの。右手でまずのんちゃんの首根っこを掴んでるの。オッケー。で、首根っこね。オッケー。まずのんちゃんの首根っこ出てくるから、俺右手でのんちゃんがっちり止めてるから。今いいほら、わかる。オッケー。まず1回目止めてんのよ。オッケー。首根っこつかまれてるでしょ、のんちゃん。やめろって、いいよっつって。で、俺が荷物を置こうとするのよ。おいおい、もう走って飛んでってんの。何やってんだ。もう間に入ってんのよ。やめろよって。いいよいいよって。手出してるでしょ。いい加減しろよ。手出してるよね。いいよいいよ、止めてるでしょ。のんちゃんもう行くよって、行くよって。ほら、行くよ。
行くよ。で、ここ。行くよ。なんで止めないの、お前。は？は？お前も止めない。おめえが電車で走ってたらだろうがよ。わかった？わかった？いや、本気で止めてるわ。わかった？ミュウツーに、なんでおめえ止めねえんだよつって、はっつって。俺に喧嘩が、俺もイライラしたの、あれに。はってなって。なんでこいつ俺に止め、はってなって。イラッとして。そっから放置です。うん。うん、いや、それは止めないでしょ。ムカつくの。お前よく俺に言えるなと思って。止めてんのに。うん。いいんだよ、別に。バカが殴られただけなんだから、うん、いやあ、もうしょうがないよ。彼がやってることがやってることなんだから。いや、俺は止めないよ。ムカつくもん。俺も殴っちゃうもん。俺も殴っちゃうわ、あんなの。俺のツイッターに貼ってあるよ、クリームソーダ。俺のリスナーさんには告知打ってるから。もっとのんちゃんがバチバチにぶん殴ってるの見たい人は、俺のツイッターの2番目の上から2番目のツイート見てください。でもね、過去は変えらんないから。たらればの話、何々だったら何々してればとかもういらない。もう怒っちゃったことは怒っちゃったことだから。どんだけダサいんだよって話だよね、うんうん、笑うよな、ほんと。俺が殴ってたらもう逮捕でしょ、うん、俺が殴ってたら逮捕でしょ、間違いなく。だからこの今回の事件はのんちゃんに殴られたっていうのがミソなんだよ。いや、のんちゃん結構本意気でバチン言ってるから、ね、うん、のんちゃん強いでしょ。のんちゃん強いでしょ、うん、そう、止める止めないの以前の問題だから。じゃあ逆に言うわ、なんでコメントで止めなかったの。じゃあ逆に言うわ、なんでコメントで誹謗中傷を止めなかったのか俺は聞きたい。てつさん、なんで止めなかったの、うん、てつさん教えて、なんでミュウツーのこと止めなかったの。誹謗中傷は、誹謗中傷はほったらかしておいて、殴られたら止めろっていうのはおかしいよ、うん、止めた？ミュウツーに誹謗中傷やめろよって、のんちゃんに攻撃すんなよって言った？で、それをやってもいないの、やってる？やってるんだったら謝るけど、ね、のんちゃんのこと悪口言うのは違くねえかって言うべきじゃない。それを言ってないのに喧嘩を止めろっていうのは俺は変だと思うよ、うん、どう思う、うん、どう思う、あ、まあ知らない人からしたらつうか、アキラッパの目線で見たらそうだろうね、うん、止めてる？そう、止めてる？どこの動画見ればいいの？それは誹謗中傷やめなよっていうコメントはどこのコメント欄見ればいいの？で、もしそののんちゃんの煽りとかやめろよっていうのを見つけたら俺は謝るよ、手つに。ミュウツーは手出してないよ、うんうん、俺らは第三者。あ、ミュウツーは手が震えるって言って痛いっつってたね、うん、ミュウツー事務所に逃げてブルブル震えてたのを笑った。っていうか少しぐらい言い返せよね、本当に。少しぐらい言い返せばいいのにね、うんうん、武者震いかな、
のんちゃんへの攻撃は知らなかったけど、あいつの配信中に自分のコメある。どのタイムシフトを見ればいいのかな、いつぐらいとか大体でいいよ、確認するよ俺。うん、でもしその和道のことを誹謗中傷するなとかさ、そののんちゃんへの攻撃やめろっていうそのミュウツーに対しての牽制があったら謝るよ俺は。アドレナリンは出たら震えるからね。だからのんちゃんもブル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 震えてたよ、うん、のんちゃんもブル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 震えてたよ。あのアドレナリン出ると震えが止まんないんだよ、うん、3週間ぐらい前、うん、3週間ぐらい前、うん、まあどこの放送見てもいいと思う。リスナーさんは自由なわけだ、別に好きなブロックされない限り見ていいわけだから。うん、彼女売ってないけど俺彼女売るって何よ。和道なしで配信できねえのか、それは止めてることに入るのか、うん、それはどうなんだろうね。まあでも俺はとにかくその煽った方が悪いと思ってっから、うんうん、意見は変わらないよテーツさん、うん、実際そのだから警察に被害届出しゃいいんだから、別にそれに従わないとかいう話してないじゃん。だから腹くくって警察関係ねえよっつって、その許せねえわって殴ってる人に対してその論理は通用しないよ。そうディスるならやられる覚悟しとけって話だよ。しかも1回や2回で殴ったんだったら俺もさちょっとやりすぎだよのんちゃんってなるよ。のんちゃんもそんな怒んないよ、配信分かってんだから、明らかに粘着してんだから、やられて当然だよ、うん。アドレナリンが出すぎて震えて事務所に逃げ込んだ彼女をネタにしてる時点でネタにするだろこんなもん、ネタにするだろこんなもん、うん、いや深夜中に止めてもらったのは助かったけどね、うん、いやこんなんネタにしなかったら嘘だよな本当。いやこれをネタにしなかったら不自然でしょ、うん、今回の件はなかったことにするわっつって、うん、ああ知らない、なんでなんだろう。いや被害届出したらしいよヤバゾ、そしたら警察に不受理だって言われたんだってもうだから最高にかっこ悪いんだよヤバゾ、警察に行って不受理だったんだってそれ動画出てるらしいじゃんすごいよねさっきコメントにあったよ、警察には言ったよって受理はされなかったって、もう最高にかっこ悪いよね。いやマジだよ、うん、松井和代チャンネルにあるね、ミュウツーが和道の彼女に殴られた件で警察に行くが被害届は不受理もうやることなすこと恥をかきすぎだよね本当にいやだから警察に行ってんだよ、もう俺らは行け行けって言ってんの最初から、ていうかもうのんちゃん殴ってる最初に警察呼べよこの野郎って殴ってんだよだから腹くくってんのよ、そう腹くくってんの、うん、じゃないとあんなしっちゃかめっちゃかやんないよもう最高にダサすぎるよね
まあこの URL は見逃すわ。この URL は貼っていいわ。この URL だけは許すわ。あの不受理の件は。いやだからみんなネタにしてんだよ。もうダサすぎるっつって。あ、笑うわ。恥ずかしいよね、本当に。めちゃめちゃ恥ずかしいよ。女をね、女をずっとディスり、女にボコボコにされ、警察に相手にされないんだよ。バカすぎるっしょ、本当に。で、のんちゃんの方はへこんだとかじゃなくて、おい、和道さん勲章だよ、すっきりしたよつって喜んでんだよ。最高だよな、本当。それでさ、それで悪かったとか良かったじゃねえよっていう。いや男前だよね、のんちゃんね。もっと殴りたかったわーって言ってたよ、うん、やっと寝れるわーっつってたよ、うん、いやいや、のんちゃん男でしょ。勲章だよ和道さんっつってたよ、うん、明後日手術、今病院の先生がいないんだって。明後日はもう切開して骨くっつけて、いやー笑うよね。別に俺の放送からいなくなっていいわ。ミュウツーにガンガンついていいよ。こんなので、こんなので、こんなダサい男についてくんだったらついてけよって感じだよね。ミュウツー、俺のリスナーやめるわ、ミュウツーのリスナーになるわって言うんだったらどうぞどうぞって感じだよ。こんなんでね、こんな滑稽なのないでしょ。ずっとずっと前かがみ、うん、いや大爆笑でしょ、まあ、いやもう大爆笑でしょ、うん、いやのんちゃんはファン激増中ですよ。のんちゃんよくやった、すっきりしたって。だからうちのファンのね、和道放送のファンはよくやってくれたってすっきりしたわって。でしまいにはドルさんが俺に、あ、のんちゃん骨折しちゃったんですよっつった。もう和道やっちゃえよっつって、リング借りようぜって。俺レフェリーやるよっつってたよ。ワド、お前負けねえよあんなのにって。お前やれって。あそこのリングでやろうぜ、蹴りつけようぜっつって。ドルさんノリノリだったもん。笑ったよあんな。いや誰も損してないでしょ。だ、強いて言うのはのんちゃんが骨折ったぐらいだよね。のんちゃんが要はその怪我しちゃったんだよ、うん、だからねえ、それはのんちゃんがねえふざけんなって言うんだったらわかるけど、周りが言うことではないよね。のんちゃん腹くくってもう刑務所上等で殴ってるわけだから、うん、いやー笑うよね。ていうかミュウツーにリスナーなんかいないからね。俺のアンチの放送だから、あれは。ミュウツーにリスナーなんか いないじゃん。ピンの放送10人ぐらいしかいないんだから、あいつにファンなんかいないよ、うん、俺のアンチが俺のアンチがミュウツーを仕立て上げて苦靴になってただけじゃん。で使えねえなって思われたんじゃん。なんだこいつ使えねえなって、うん、のんちゃん手術だね。だって拳ボッコボコだもん。バチンバチン言ってたよ。アッパーとかいいの入ってるかんね、うん。いやーもう笑うよな本当に、うん、いや損したミュウツーリスナーなんていないのよ。和道アンチがこいつじゃなかったってなったの、うん、こいつじゃなかった。和道を追い込めるのはこいつじゃなかった。ミイラ取りがミイラになったんだ、うん、いやそういう構図でしょ。むしろ和道アンチもなんかのんちゃんのファンになるでしょあれは。のりこ使えるなっつって、のりこお前いいパンチ持ってるなみたいな。いや笑うよなこんなすっげえよ。うん、のんちゃんに美味しいものを食べさせます、はい、いや結構初段のなんかアッパーみたいなのがすごかったよ。下からかいくぐってバチン入ってたよ。いや捨て頃よりも見応えあったよ。ガゼルパンチみたいな感じで、のんちゃん背低いから顔届かないのよ。でちょっと前かがみになってる時バチンっていいの入ってるよ。確認してごらん最初の方。最初の方バチーンってるから結構いい音したよ、うん、結構いい音した。はい、ヒロさんまた来てください。
いやもう情けないよね、警察に駆け込んで不受理だっせー本当に。ありがとうございます、花火ありがとうございます、のんちゃんの治療費にありがとうございます。いや、のんちゃんには本当に、のんちゃんの底力はすごかったね。ガードの隙間入ってる、ガードしてなかった、ノーガードだったけど、アッパーが来るとは思わないじゃん。結構ガゼルパンチ気味のいいアッパー放ってたよ、バチーンってたよ、蹴りも強かったし。いや俺のんちゃんのことを不幸にしたら俺いつか刺されるな、それは今日確信した。俺がのんちゃんのことを悪口言ったら多分俺いつかのんちゃんに刺されるんじゃないかって。いや手を上げ返さなかったっつうか、その言えばいいじゃん、なんかその何も言わないで殴られ続けて逃げるってすごいよ。アッパー結構綺麗あったよね。ミュウツーはダサいっていうか警察に行ってるからね。いやー久々いいバトルだよねこれ。だって海外の動画とかでも笑うっしょ。150センチぐらいのおばさんにボコられる若者。いやすごいよね、あんだけ助け求めて誰もとね止めてくんないかんね。そうそう、普通さこうやって手を押さえたり止めるんだよね、そう抱きしめたりとか羽交い締めにするのがセオリーなの。腕つかむとか喧嘩やったことある人は分かるけど、普通だったら女の人の腕ガッと押さえたりとか、そのグッてもう羽交い締めにしちゃうのよ。そうそう、ドレさんのんちゃん褒めてた。いやだからドレさんは笑うっしょ、あのドレさん結構ねそういうの好きだから、もうだってドレさん怒ってたぐらいなの、ミュウツーお前いい加減にしろよって、人のディスで飯食うとはどういうことだっつって。いやー愛されてる、本当に愛されてるなと思ったよ、のんちゃんのことは大事にしようと思って。いや殴られ続けるから、いや怖いと思うよあれは。結構いい音してたよ蹴り、バチンバチン蹴ってたからね。そう、唯一返した言葉は録画撮ってとか警察呼んでとか誰か止めてだからね。いやもうのんちゃんは腹くくってるよ、警察呼べっつってるじゃん。のんちゃんはそんな別に捕まってもいいっていう腹でしょ、やるから。頭の悪い子ではないから、激なんつうの、感情は高ぶるけどバカではないから、もう関係ないよっつって、むしろ包丁で刺さなかっただけでよかったわ。のんちゃん刺すかんね普通に。昔からのんちゃんのこと知ってる人だったらわかるけど、のんちゃん飛び降り自殺配信もやってるし、メスで自分の首刺してるし、リストカットはこっからここまでだからね、全部刀傷だから。そう、爆走も襲撃してるし、のんちゃんのこと知らない人が多すぎるんだよ。のんちゃん普通に刺すよあの子。のんちゃんは刺す子だから、だから殴られただけで済んでよかったよ本当に。いやドルさんいなかったあの時、ドルさん遅刻気味だったから、遅れてきてたから、だから1時間前ぐらいに集合してたまたま鉢合っちゃったのよ。そう、俺とミュウツーが早く来すぎてた、アキラッパとかが、だからあの後に集まってくんの。だから深夜町はおーし、じゃあ今から会場入りしますって言ったら、選手が殴られてんのおばさんに、選手がちっこいおばさんに殴られてんの。それは笑うっしょ、深夜町も半笑いだったかんで、ドレさんのわけでのんちゃんが鼻高だから、いやもうイエーイって感じだと思う、のんちゃんやってやったぜみたいな。だからフットサル場にのんちゃんいたんだよあの後、病院から帰ってきてのんちゃんいたけど、もうミュウツーこんなんだったかんで、俺とのんちゃんの目の前にいて何にも言ってこない、もうこんなんだから配信外で。で俺とのんちゃんがチラ見してダセーなとか横で、おいクズっつって、おいなんか言うことねえのかよっつって、二人でチラチラ見ながら、もうこんなんなってたから、こんなんだって、警察行けよっつって笑うっしょ。あこんばんは初見さんいらっしゃい。いやーやっちゃうことがあったらやばかったでしょ、
や、のんちゃんも言ってたもん、やっちょが来なかったらやめるタイミングが分かんねえって言ってた。喧嘩ってわざわざ止めるタイミングどこって言われたもん、帰りの車で。やっちょが、やっちょ以外誰も止めないじゃんっつって、うん、笑うよね。いや、のんちゃんの株が爆上がりだよね。のんちゃん株爆上がりだよ、本当に。ストップ高ですよ。のんちゃん配信者やった方がいいよね、向いてるよね。だからさ、のんちゃんって正義感強すぎて、銭湯でヤクザと喧嘩をしたこともあったんだよ。うん、みんな警察に何もなかったって言ってる。わかんないけど、それはわかんないけど、うん、なんかあの銭湯でヤクザにかかってこいよハゲーとか言って、で警察来ちゃってブワーって囲まれて、おい来いよ女湯入ってみろよとか言って、このクズがとか言って、ヤクザモンモン入ってるバチバチのヤクザがてめえこの野郎とか言ってるけど、女湯来いよとか言って、そう、なんかヤクザが銭湯の番台さんをいじめてたんだって、なんか揉めたかなんかで、であんまりにも理不尽だから、のんちゃんプチンって、女湯の女湯からヤクザ会おうの、おい来いよこの野郎つって、すごいよ。いや、無正義感めちゃめちゃ強いの。でもう、あ、ヤクザだろうかなんだろうか、もうすごいよ、何回も見てるからね、ヒャッハーってなってくんの。そう、すごい。いやだから今日言われたもんね、秋になるとのんちゃんやばいねって。秋が来るとのんちゃんが神回起こすと秋が来たって。だからあのデルジャンビンのなんか女性リスナーさん、主婦っぽい人がいたんだけど、2人くらい、のんちゃんもうヒーロー扱いの、和道さんっつって、テルのリスナーさんからめっちゃ褒められたって、面白かったって言われたよっつって、もう超笑顔だったもん、のんちゃん。いや、警察に動画見せた方がいいよね、うん、証拠取ってるんで被害届これで出してくださいって。うん、まあ、最高だよね、本当に。よくあんな恥ずかしい動画で警察に証拠だって言えるよな。恥を知れって、恥を知れ。まあいい機会になったんじゃないの。あの、正直言うと、もう格の違い分かったと思うよ。あの、リスナーさんとかの対応で。だから、ミュウツーこんなんなってたけど、リスナーさんに、和道さん写真撮ってくださいとかさ、もうリスナーさんは、やっぱね、有名だからさ、なんだかんだ言ってさ、絡んでくれるのよ。いや、和道くんいいねみたいな、放送見てるよみたいな、ニコニコ言ってくれるわけじゃん。アンチだろうが、なんだろうが。ミュウツーもうこんなんなってた。誰も話しかけない。こんなんだ。いやー、警察呼んでっつってさらに警察に駆け込むんだからね。いや、爽快だったよ、本当に。うん、爽快。あの動画で一番損してるのはあなた。いや、別に損していいよ、もうこれで。これで別に嫌われるぐらいだったら俺いらねえわ、うん、そんなリスナーいらねえわ、うん、俺はのんちゃんと俺のファン、最高だったねっていう俺のファンと、のんちゃん大事にしようって再確認したよ、うん、いや、ワド良かったぜっつって、あれは笑うよなっつって楽しくね、あのざまあみろって言えるやつと、あのファンとのんちゃんを大事にします。あとはいらねえよ、消えろ。ミュウツーでも囲ってろよな。ミュウツーの放送を見てればいいんじゃないの。かわいそうだねって、被害届出そうっつって。ざまだよな、本当にな。いや、俺は損しかないもん。ミュウツーでも見ればいいんじゃないの。俺の放送が面白くねえんだったらさ、警察に泣きながら女に殴られて被害届出すやつの放送を見ればいいじゃん。いや、ワドアンジのラジコンになって使えないっていうのが証明されたよね、今日、うん、ゴミだよ、ゴミゴミ配信者だよ。バカすぎるよ、ほんと。あ、アメリカ人の放送にミュウツーいるからみんなで見に行こうぜ。アメリカ人の放送でミュウツー出てるわ。アメリカ人の方で再放送やってるぞ。アメリカ人見に行け、みんな。みんなアメリカ人とツーウィンドウ。ミュウツーじゃないよ、
彼女が骨折したの、殴りすぎて。アメリカ人のところでバカ面さらしてるよ本当。みんな見に行ってアメリカ人、バカすぎるよ本当。いや笑うわ本当。女にボコボコにされて警察行くってね、うん、まあまあネタがないんでしょ、ネタも実力もないんだ。よく耐えた男だったよってよく耐えたねざまあだよどこが男なんだよツイキャスじゃない、ふわっちふわっち、ふわっちのアメリカ人枠、ふわっちのアメリカ人枠で検証枠やってるよ、うん、いやー笑うよな本当に。アメリカ人の枠にミュウツーいるぜざまあだよな本当。ボコラ映像流してんの、もう恥さらずしかねえわな、みそぎだわな、みそぎ黒歴史だよ黒歴史、うん、ふわっちでやってるよアメリカ人、ふわっちでやってるよねみんな、今放送中だよアメリカ人、アメリカ人だよ、うん、アメリカ人の枠ね、うん、いやーすごいすごかったわ、うん、今静止画、いや映像流れてるけどね、どうなんだろう、なんか喋ってるよ、うん、やってるでしょ、ヤバゾウがコメント書いてる、お前かのんちゃんをいじめたのはつってミュウツーアメリカ人に助けられてる、そうだよネタにしてなんぼだよ、こういうの黒歴史はネタにしてなんぼだよ、うん、ネタにしてなんぼでしょ。じゃあ突末しますか皆さん、被害者から、次枠は被害者から突末やります、どうでしょう、賛成だったら手挙げて、被害者から突末します、賛成だったら手挙げ、筋が伸びてんな、いってえな。じゃあ次枠は突待ちにしましょう、うん、次枠は突待ちです、あー足つってるな、いってえな、
コーヒー買ってくるわ。あ、水があるか。水飲もう。よいしょ。痛えな。うん、戦場のカメラマン、やっぱさん、ありがとう。いやー、アメリカ人に救われてるよ、ほんと。アメリカ人はいいやつだよ。いや、ここはネタにしないとダメだぞって。いや、アメリカ人は友情だと思うよ、これ。アメリカ人に感謝できなくなったらダメだよ。アメリカ人はいいやつだよ。これはネタにしないとダメだよって。要は、ネタなのか本気なのかっていうのが、ミュウツーはなかったわけじゃん、今まで。そう。だから、いい、成長するいい機会でしょ。成長するいい機会。まあ、アメリカ人の枠だけど、みそぎはしないと、やっぱり。一生言われるよ。配信やってる限り、アメリカ人がにありがとうって言えないダメだよ。今日この枠が終わったらアメリカ人にさ、ありがとねって、そこに愛情とか友情を感じれなくなったら終わりだわな。白いシャツがアメリカ人。金髪の白シャツがアメリカ人だね。友達が2人もいる。その友達1人は止めカメラ止めなかったじゃん。あれ今誰いんの？アキラッパがいんの？アキラッパじゃねえか。うん。うん。バカ10個ありがとう。カオスありがとう。いやー励ますでしょ。アメリカ人いいやつだよ本当に。本当にいいやつ。たくさんアイテムありがとうございました。じゃあ4時間枠終わりにしたいと思います。次枠いきます。次枠はとつまちです。次枠はとつまちです。ありがとうね、みんなたくさん見に来てくれて。次枠いきましょう。じゃあお疲れ様でした。次枠いきます。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。